更新。ブラウザを更新して、開けました。調子が悪いが見るよ。あ、見や、あ、映りました。あ、来た。あ、来ました。これさ、新配信、ほんとダメだよな。誰かいるってやが。あ、これはね、実は、新しいうちのね、メンバーが、見えてます。白い人。こんにちはい、は。モノ君じゃない。モノ君見たら声してますけど。おい、離婚男。いや、離婚男じゃないっすよ。あんな縁起悪いやつ、呼ぶわけねえだろ、うちに。本当でのすこさか。来た、のさ来た、解放令。モノ君、単車、新しい、今配信してるのしてます。はい、顎が見える。白い人、こんにちは、どう？中途半端なくす、懐かしい。顎くんの腹、クソ顎、あ、ガンジー、ビリ、気合い入れろ。新配信ってこれさ、初めさ、ダメだな、やっぱな。初めめっちゃ痛快なトークをさ、最初の5秒したのにさ、全部聞こえなかったんだな。そうですね。のこっち、こんにちは。ゆきや、あきや、のこものくん、おじさん、顎くん、何してるの？顎くん、会社帰りに、あ、会社帰りですね。おかがわす。やる気あるんですか？おじさんいるの？画面が赤いよ。え、どういうこと？聞こえてないの？日焼けしてないよ、今日は。あ、いつもそのコライトつけてるからね。クソアゴって何話してたんだよ。何話してたんだって。痛快なトーク。軽快なトーク。これちょっと美白になったろ。まぶしい。眩しい。なんか早いね。あ、今日早いです。今日も仕事や。俺らって仕事だ、バカ。もう仕事終わりでね、朝からどうしてもニートじゃない。仕事ですよ。朝から仕事、もう、だから2件目だよ、これ。2件目です。はい。2件目。5連敗。沖縄どうだった？ 沖縄行ってないよ。いや、まあ行ったけど、去年の話だ、これ。後ろに誰かオレンジが入れてないよ。オレンジってなんだよ。俺がオレンジだろ。社畜使い。残さん寝癖じゃないよ。朝からね、仕事したんですよ、うちで。前髪、オレンジが眩しい。変な、ちょ、明るすぎるの、ちょ、ほんとこれ、俺どんだけ美白聞かせてんだ、いつも。私、沖縄良かった。沖縄？電気つけてないみたい。夕日みたい。ちょっと下げます。やばい、眩しい。夜ご飯は、さっきね、コンビニ、なんでモノック映らんってないが。これは、ちょっと、こうやったら映ります。ネオに、年末、哀愁がすごい。この子さん、こんばんは。ガクチク。もう、お前らニート以外は、普通にもう酔ってるよってます。お前らニート以外は、あれさ、完全にニートじゃない人たちやん。うん。ニート以もう外、何モもノッ始クまっ隣たんじじゃゃん。ない？喋れや。みんな仕事、もう新年会？何が、そんなことするわけ？マジタク見んの？マジタクは一応ね、つけます。つけながらね、全部実況しますよ。SF 一つ一つ、画質いいな。最近オンライン消去で暇なの、うるせえ。暇とかじゃねえだろ。キャリーちゃんの彼氏ですか？あれ、さっきその話した。話しましたよ。はい。お前がする前にもう知っ言いまた。したよ。俺死んなかったんだよ。なんか、はい。まあいいね、社畜。4日から通常？昨日から？昨日から。今日もじゃ、なんか家の、新年会しない。しねえよ、そんなやつ。正義は週だけど、バニラズ、そう、バニラズ。バニラズのボーカルとって噂、あれ、付き合ってなんか噂が出たらしいね。地震大丈夫だと違う。僕今日朝、だから、もう2メーターぐらい飛び跳ねたから。いや、俺だからさ、朝7時とかに寝てんのよ。7時とか6時、今日は、けど、今日はわかんない。まあ、とりあえず朝ね、7時とか明けね。方に。で、9時か10時かわかんないけど、もう、なんか、じくじくさ、熟睡してる時に、もう、ビョーンって、ビビったって、誤報だったのってないか。地震気をつける。いや、地震はね、最近やばいですね。言ってます千か葉県ね。は。天井穴開く。そんなおっさんの子、千葉揺れた。揺れて、あ、揺れてない。今回はね、多分揺れてない全か。然揺れてない。震度3のやつか。だからさ、熟睡してやったから、マジピョンって高く飛ぶ幽霊。うるせえよ。千葉やばいんか。千葉最近結構ね、たまに揺れてます。言ってます。はい。皆さんね、防災頭巾、防災頭巾ね、被りましょう。はい。ヘルメットでもいいね。ヘルメットでもいいし、天井に突き刺され、ミサイルかと思った。いや、違う。俺普通にね、携帯がね、ピー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 初めてね、うなったの初めてだからびっくりした。アラートにビビるっていうか、初めて俺携帯が鳴ったんだよ。ピー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 。ギュインギュだイン。から、ギュインギュイン。あれ初めて俺鳴ったからびっくりした。通知うるさかった。めっちゃうるさかった。なんくんね、ご飯食べました、さっき。のこさん、そう、頭巾、防災頭巾、防災頭巾じゃん。モノくんの監督官、地震怖え。地震最近だから千葉県はね、あります。アラートも怖い。だから初めて鳴ったんだけど、俺。多分、この携帯持ってから。
スマートフォン持って、机の下に潜った机がないからね。その時俺の寝室にはベッドの下に潜らないし、潜れないよね。ピョーンってそのピョーンってなって、地震大丈夫ですかってツイートしようと思ったんだけど、なんかそれもさ、違う。大丈夫って。大丈夫ですかって心の中で思ってるよ。思ったそれはね。当然。みんな、俺たちの信者、大丈夫信かっ者て。ね。そういう最ことを初いもあるちいからちね。ツイートするやつってさ、なんなん？な、かわいい。心の中で思っとくだけでいいだろ。なんだその正義の披露ぶり法やがっにもて。ない何し、飲んでんの？シャンディガフです。お酒のあのね、シャンディガフ2杯目です。お前とこボロ団地だからうるせえ。歯抜けフランスパン。うるせえな。歯抜けフランスボロパン。クソじゃねえか、本当に。大阪無敵。大阪の方は関西地区ってないよね。けど関西って。岡最山が近無で敵すなんだよ、ね。一番。岡山県が無敵なんだよ。岡山だけは一切ね、自信ないらしいっすよ。確か岡山がどっか。ティーパブロにっていうね、ありがとう。ね。ヤングキャッシュどうも。これ言ってもわかんねえか。休館日作ってない休館。のこお前汚ねえ顔してんのあれやつだ。今回出まし た今よ。日だけどね、そのこらえと感がちょっと薄れてね、今日はちょっと汚い。確かいつもより。岡山ない、そう、岡山はなんかね、無敵な地域、なんか岡山どこ？岡山に引っ越す。ジブラはツイートするタイプ。千葉めっちゃ早い。千葉平和じゃねえ。千葉最近は地震は結構結あ構る。揺れてそうる言うと岡よ。山。キャリーに振られて、ショックで振られていません、僕はね。でも最近けど、そのね、バニラズのね、バニラズのボーカルのなんかよくわかんねえ、バニラのやつが、なんか、付き合ってて、噂がブラックの子、雨の人、自信ない。最近寒いっすね、褒めてないってなる。ミサイルは怖い。ミサイルも怖いね、北朝鮮のあいつらがね、またね、なんか、またなんかね、スイッチを押すぞって。ほんとするもんね。僕の机に核ボタンのスイッチはあるけど、いいのかい？ね、トランプよ、みたいな。トランあっプはたまね。た、そのくらい。トランプはまた、バニラズイケメンだ、知らない。俺、あ、けどさっき見たか。イケメンだっ本当にイケた。メンだったね。メガネかけたね、感じだっおしたゃれね。メガネのおね。しゃれメガネだね。キャリーちゃん似てる生主いるよ。あ、そう。キムさん、爆弾怖い。そう。キム・ジョンウンが、トランプがまたね、それに反応して、ツイッターで。俺のがでっかい核弾、そうだね、爆言っ弾た持ってね。るから。そういキム・ジョンウンに伝えとけってツイートさ、あれ何なんだよ。あれ、一国の大、せっ、言っても一国の大統領がツイートでやり、あれすごいよ。すごい時代だよね、やっぱ。汚い猫出して。いや、いない、ネオには。ネオあい、あれ、下ネタだよ。今更調べたんかって。バニラズは深瀬くんっぽい。嘘。最近どうだ？最近はね、どうなんだろうね。もう、クソリプ、ツイッター合戦、トラちゃん、何してるのって、配信。最近、今日は、あれだよ。マジで仕事ですよ。仕事ですね。うちでずーっと朝から、新曲のね、キーボードのね、8月の駅とか、こいつが全く弾けねえまだか弾ら、けのないこから、太っすみた、ません。太ってないよ。僕まだ40、50キロ、あ、けど50キロぐらいになったかな。ここアリーナ、知らん。あ、アリーナ。辛い毎日。最近抜いてます。前、昨日も仕事。昨日は仕事じゃないんじゃん。多分俺は曲作ったりとか、PV とか新曲書いていた、PV とかも作ってるけど、PV いつになるかわかんない。今年必ず出します。そうですね。始まったばっかりだ、今あ、遅いね。教えてあげた。あ、なんでまたバンドマンに行くんだろうな。何が？なんだそれ。あ、あ、キャリーちゃんキャね。リーちゃんじがゃあ、そね。れ最近死にたいです。何が？最近死にたいって何か、死ぬんでたねってよ。毎回言うけどよ。気づれ。な。毎回最近さ、ニュースでもさ、死にたい死にたいっていうさ、女がさ、首吊り死にさ、またハマってさ、殺されかけたニュースがあったじゃないですか。最近なんか、そのニュース多くないですか？ PV 正し、今年中にちょっとね、あげます。PV 撮ってんの？いや、だから今年中にね、あげます。いつあげるかわかんないけど、本当に。なんで、モノ君結婚しないの？やっぱ、最近そういう事件多くない？また、あったよね？あったあった。また首吊り死のさ、ツイッターでさ、つながってさ、首絞められるまで行って、なんか、それ何？逃げたの？性犯罪。あ、性犯罪か、それは。なんか、そう。助かったかどうか忘れたけど。怖すぎなって。いや、それすら、けど、相手も相手だけどね、そいつにさ、DM 送って、本当しつこいようになってないが。あれなんかさ、ざまの、さ、なんかさ、昔からさ、一つ事件があると、恐ろしいよ、なんかね、女も悪くね、そう。だからさ、一つ事件があるとさ、なんかさ、パパに連絡したって、ノコも気をつける。あれは未遂だった。ノコも気をつける。どういうことだ？ノコが真犯人。ノコさんやらないでねって。やるわけねえだろ。何が首吊り死でバカ野郎、本当によ。ノコ、山に自殺に入山したって言ってたから、それも話したいんで今からよ。
そいつは、に、あの、あれ、男だっけ？男と、あ、その事件は知ってます。あの、山で入山して、あの、二人の男女が、あの、入山、雪山にね、あの、この時期、寒い時期、雪山に入山して、それで、一緒に死のうぜって、ね、一緒に死にましょうって通じ合って、DM、ツイッターの DM でやり合ったのに、入山して、普通に、山頂ぐらいに行った時、青の阿波、青木ヶ原の外資がうるせえ。それつ、それも次だよ！それはもう次だよ！次だよ！それは次だよ！わへら、もう、今喋らせろ！これ、モノ君喋、ちょ、これだけ言ったら、しゃべ俺のしゃべターンがある。俺だ、今、俺のはいはい。バカップル、カップルじゃない。誰も知らない者同士だよ。結局、慰められたい。誰も知らない、YouTuber の話はまた次、ちょっと。いや、その前に、なんだっけ？男女、誰も知らない、ね、バカップルじゃない、カップルじゃない、誰も知らない、だからそれも首吊り師と同じで、知らない者同士で、そう、知らない者同士が、ツイッターかなんかで知り合って、SNS で知り合って、コミュニケーション一緒に死にましょうって、それで通じ合って、でもって男女が、その男女が2人で雪山登って山頂ぐらいになって、女の方が気が変わったって言って、男を置いて下山して、男死んだのかな、先。男が先死んで、まあ、わかんないけど、とりあえず女の方が気が変わったって言って、最悪じゃん。そう、男は死んだんだよ。最悪じゃないの、それ。ウーマン村本さん。もう一応、それも次だよ。裏切りじゃん。裏切りっていうか、裏切りかよ。そんなもんだ。いや、けど、そんなもんだって、まあまあまあ、気が変わったって裏切る。怖いまあ、よ裏ね。切り、女はする。いや、まあ、女って、まあ、たまたま女だったから、気が変わった。いや、けど、このニュースもあったじゃん。普通に。みんな死んないんだ。男バカかよってないよ。お、まあ、気が変わるなんて浅いよね。村本、男の完全勝利やな。男は死ねたから。ああ、わかんない。一瞬死ねなかったかもしんないけど、わかんないけどね。裏切りなのか。まあ、俺もそれはどうなのかな。よくわかんない。裏切りなのかね、これって。裏切りともなんか違うよ。アメリカスワッティングの事件ね。知らない。あ、スワッティングも知ってる、俺。何でも知ってる。お前らが知ってること何でも知ってる、俺。すごいね。もうさ、もうちょ、俺がまとめサイトみたいなもんだからね、やっぱな。スワッティングってあれだろ、ニコ生のさ、よくさ、例えば昔、配信者とかよくさ、配信者同士でさ、なんかよくわかんないけど、板伝とかさ、なんかするやつとかいるじゃん。おお、本人だ、本人です。はい、姿勢かまってちゃうんです。なんもわからん。あ、ほんと、スワッティングっていうのは、ニコ生主とか配信者がさ、たまにさ、外配信とかしてるときに、店にいたずら電話かけて、祝電みたいな感じなの。それの海外だと、スワットを呼ぶの。やばい、特殊警察、相手の家に。モナコ今下がったよ。下がってるよ。うるせえ。赤字だよ。まあまあ、スワッティングっていうスワットを呼ぶの。相手の家に。ネットで知り合った、そのムカつく相手の家にスワットを呼んで、スワットをいたずら電話で出動させて、それで最近そのね、そのスワッティングっていうんだけど、それが。それで撃たれて殺されちゃった。最悪じゃん。最近それがあった。撃たれて殺された。へえ、面白いのって。そんな面白いわけねえだろ。面白いわけねえだろ。その動画、まとめ動画見たよ。赤字だろ、お前はってないが。あ、けどね、リップルではね、マジ、黒字なんで、その分。はい、アメリカ強い。今赤い。めちゃ迷惑じゃん。リーズ、モノ、モノじいさん。スワッティングっていうのは、エッチな方じゃないよ。ほんと、スワットの方。スワットと、なんと、スワットってあれ、特殊部隊だよ。アメリカの特殊部隊で、特殊警察だよ。そいつらを呼ぶんだよ。そいつら電話したら来るんだな、けど海外な。笑い事じゃないよ。だから最近それスワッティングがもともと流行ってたんだけど、それで死んだ事件がね、のこの家にスワッというのはそういうことだよ。それで、死んじゃったっていう事件が最近あった。めちゃくちゃやんけ。そう、それスワッピング、わからない。スワッとよくわからない。いや、俺今言った説明でわかるでしょ。スワッとめちゃくちゃやんけ。ね、めちゃくちゃだよ。めちゃくちゃだけど、なんか俺そのまとめ動画見たよ。YouTube にあったんだけど、そのスワッティングのな、突置された家にさ、スワッと呼ばれたさ、いや、アメリカ人、だいたいゲーム実況やってんだけど、ゲーム実況やってる間に、いきなり、こうやってや、そうそう、本物が、うぅ、えぇ、えぇ、ハリアップ、うぅ、さあ、違う、ハリアップじゃん、ストップ、ストップ、うぅ、ハンズアップ、ハンズアップって。いや、すごいよ。今来た何の話、アホな YouTuber の話、あれはもうアホです。はい。はい、それね、そのまとめ動画、なんかね、スロッピンググリッスル、最高、最高。お前と俺しかわかんないかな、これ。スロッピンググリッスル、わかんないな。わかんない。うん、俺も好きだよ。俺も、スロッピンググリッスルいいよな。うん、怖えな、やるせじゃなく。とりあえず、スロッピンググリッスルの、ね、ライブ一回見に行きたい。撃っちゃったの？ハリアップ、あ、いや、そう、やば、なんで撃っちゃったのってないが。いや、でも、なんか、スワットって結構なんか、
結構向こうは特殊ケースだから、結構ね、なんかね、違和感がある動きをしたら撃つらしい。だから結あ、危構ないか動ら画ね。見たんだけど、ほんとスワットってマジで声がうるせえの。普通の警察もうるせえやつうるさいかもしれないけど、スワットは特にスワットだから、警察よりもうわーってなってるやつだから、圧力が当たる圧か力らね。が。スワット呼ぶぐらいだから、相当なやつってことじゃん。今来たエメン、ラブリーちゃん、サマーちゃんいいよ。ノコン長寿。そんな簡単に来るの？でさ、そんな簡単に来るってのびっくりした、俺も。だから来るらしい。アメリカはと。普通の警察よりもすごいスワットが。だからスワッティングっていうのが、だから、アメリカでは、そう、問題に、ね、今までな、スワットってバカなのってわかんねえ。いや、でも、スワットもスワットで、だから、そんぐらいの事件だと思って向こう来る向かこうら、来るからそね。う、だから動画見た時も、だからそうだったよ。だから、でも、ハンズアップ、ハンズアップってもう、やっぱ、ね、あ凶悪事件だと思って呼ばれてるからね。こっこちはより何も声言っをちゃ聞わくかんのないは、もんね。いちいちわかる。日本は、お前んちみたいな。責任問題どうな、どうなんの？知らないよ、俺に聞くよ、知らないよ。ノコン調子、やめて。ノコさんからたくさん学んで、何の話だ？今、スワッティングの話です。来日してくれるのかなって、やめろ、俺んちに呼ぶの。いや、アメリカ怖い。別人の銃手だってやつでしょ。あ、そう、別人の銃手だったやつです。そう、別人が殺されたんですよ、今回の事件では。そのスワッティングを、ネットで知り合った、ね、ムカつきやつに呼ぶじゃなくて、別人が殺されたって、よくなんか、最悪な事件が起きちゃった。通報者逮捕やろうな。いや、通報者も、なんかもうよくわかんない。まあ、とりあえず調べてください。なんで俺これ、のこち津波来る？いや、だから大地震が起きた。それはね、まあ、地震もね。最悪やんけ。物かもしれないって、巻き傷、さらにかわいそう。うわ、恐ろしそう、恐ろしいです。まあ、いろんな事件ありますよ。いろんな事件が、ね、最近もね、新年早々いっぱいありますよ。親父元気です。やだね。読んでくださってわからない。ひどいね。物かおじいちゃんみたい。千葉県何してんの？あるけど、みんなね、そろそろ、マジミニアルバムのね、ちょっと今日もだから俺とモノ君でそうフレーね、ザーやさんりかましら、たみんね。な結構ね、そこら辺、ちょっとちゃんそとろ仕そ事ろモードにね、仕事モードに、なってレッます。クとかもね、何の話？竹にしろ、海近いか津波は来ない。津波は来ないかわかんない。知らん。大地震が起きた時に津波注意。九十九里から来るかもしれん。モノ君じゃ仕事つらい。初詣行ってないよ。わかんそうない。ね、僕も行だけからどい、忙ね。しいんだよ、ちょっと。俺で、別に家で曲作ったりとか、行きたいけどね、なんかな。行アルきたいバよ、ム行楽きしたいみ。よ。そう、だからそっちのね、なんかね、バンド練習でも、最近ミサコ色気づいとるな。なんかミサコさんだからさ、俺さっきも話したけど、モノ君と話したけど、ミサコさんって歌なんかすげえ上手くなったなって思う。前回のカラオケ配信とかさ、カラオケ配信キの。ラッと来たよ。だからさっきも話したけど、ブルーハーツバカにしてませんから、あ、すいませんね。あ、そうだよ。改本当めにてすあいませれはん。してないよ。あれは本当、あれはバカにしてはいません。ブルーハーツのリンダリンダ。あれはちょっと悪ふざけがちょっと過ぎました。あいれや、はすすいいまませせんよ。ん。ほんと、すいませんでした。本当にすいませんでした。そうでもだ。あれは好きだから、好きだから。リンダリンダなんか、あれ、あの時はさ、もうさ、もう訳わかんなかったんだよ、もうもう。テンション的にテンね。ション的にも眠いし、カラオケ壊れ、疲れてた。覚えてたって覚えや。改めて、自分でも見たら面白かったよ。かなり面白かった、俺は。ブルーハー歌ったよ。リンダリンダ、タイムシュートで僕見たんですけど、カラオケ配信ね。面白かったよ。面白かったんだけど、あれ、ありで。ヒロトさんいつも面白い。いや、だから、ブルーハーツファンの人とかね、クロマニヨンズファンの人とかそうださ、ね。本人とか見申たし訳ないら、あと思って。れは不快だろうな。すいませんいや、別にディスってるわけじゃないから、本当に。突然終わったなって、でした。謝だる。かいら。や、ディス、いや、誰が見てるかわかんない。わかんないからね。本当だよ。本当に。誰すいが見まてせるん、かわ本かん当に。ない。一曲目よかった。好きな夢ちでっゃんていと見るよ。う。ちゃんと見るよ、それは。賞金になってから見たよ、俺は。本当になんか、リンダリンダの時はもう狂ってたな、あれ。完全にラリーしま。今歌ってクソ面白い。いや、面白い。いや、面白かった。面白かったけど、あれは不快に思い。だから、今だってね、誰がね、上げ足取り来るかわかんそう、ねえ。来るか今、わかんないからね。ハマちゃんも今さ、黒人差別問題でさ、叩かれて、今リアルタイムでなんかオープンさ、タイニムューヨークね。タイムズ、さらされてんじゃん、ガキ使のさ、エディ・マーフィーのさ、なんか真似したかな、俺見てないからわかんないけどさ、エディ・マーフィーの真似したかなんかで今すげえなんかさ、問題になってきてんじゃん、海外で。大丈夫？逃げん？なにそれ。ヒロトさん、スワット呼んでっそ。初笑いや、しょうい、がないネだろ。タじゃん。ドリンクバーに、ノコがいたってツイートしたやついてるやつ、するっつったおい、本当にや、それな。あれか、微妙は、そう。そのね、カラオケ配信の時、実はね、ドリンクバーに話しかけられました、僕らね。なるハほどマースね。さん、面白かった。いや、俺見てないからわかんないけど。でも、ああいうのもね、まあ、ネットのね、声がやっぱね、あれ真似したら面白いだけなのに。いや、それか、そこでもいろんな意見あるからね、差別的、そう、だから、いろんな意見あるから、お前、これもなんかね、俺は言ったり、でもさ、いや、あれ何がいかんのかわからんわ。でも、いや、まあ、でもさ、今までの俺らの感覚とやっぱ違う人って、やっぱもうネットだとね、やっぱ、いろんな人、もう拡声器になるから、ももうう、言ええったら、ねえ、もう、ほんツとイッターとかね。で、ドリンクバーで、そう、声かけられた。どういうことって何が？話しかけられた。
今日はノンアルじゃありません。めちゃくちゃアルコール入ってます。はい。日本人の意識の低さ。でも俺は浜ちゃんのやつはあれね、2ちゃんで見たけど、あのスタッフがね、やっぱあんだけ言ったらね、俺は止めなきゃいかんと。あれ浜ちゃんかわいそう、浜田かわいそう。俺浜ちゃんかわいそう。あれスタッフ、多分スタッフにやらされたみたいな感じなんだろ？浜ちゃんも自分からあれやりたかったとかじゃん。あの、なんかあれね、あんだけ大人がいて誰も止めなかったことが問題だと思う。俺は、もう、まじで、確かに、ドリンク取ってて、取っちゃう、取っちゃう、たまたま。もう本当に。誰の話か、わけわかんない、ドキュンだった。あれだ。浜ちゃん見て、ごめん。何の話？カラオケの場所知られてるんだ。いや、知られてる、たまたま。突じゃない。あれは確信犯だろ。確信犯で、いや、じゃないだろ、さすがに。確信犯で差別してやろうなんて、そんなバカじゃねえだろ、さすがにさ。問題になるってわかるだろ、そんな逆に言ったら。浜ちゃん悪くないから、まあまあ、けどまあね、それも人にやるか。あれ、黒人差別じゃなくないって言うけど、ね、その、世の中いろんな、例えば今世界で問題になってて、実際向こうのね、黒人の方々が見て、おいってなるかもしれない。おい、ふざけんなよ、なんだこの番組って。ね、このジャパニーズの番組って。なってる人もいるかもしんないじゃん。今日何してましたか？今日は、まあ、仕事です。話題作りかな？いや、話題作り。まあ、なんか、いや、でもさ、さすがに止めるけど、俺がスタッフ側にいるとしたら絶対止める。俺は止める。話し、で、何、説しろよ。何、浜田かわいそう。俺がスタッフ軍火サイドにいたら俺は絶対止めるな。だって、で今回って別に、ああいうのってあるじゃん、今までもさ、多分さ、あの、お笑い会って。お笑い会ね。お笑い会って、ああいう、なんか、その今回の黒人ネタみたいな感じって今までも当然あるわけじゃん。過剰反応で。なんで今回のガキツカだけはさらされたっていうと、やっぱ、浜ちゃんが、まあダウンタウンの番組で目立ってるからってことなんじゃないの？うん。過剰反応すぎる。有名って証拠だよね。いや、過剰反応すぎるって言うけど、そういうやつでもある、あのね、拡声器を持ってしまった時代なんで、今インターネットは。な。ちびくろサンボとかはもう絶対もう今あんなもんね、放送できないだろ。イエローモンキー。なんでダメなん？なんで気づかないのかな？わかる。差別とか思わないけどな。いや、だから、もう差別だと思ってやってん、やないですよ。浜ちゃんは少なくともやってないし。いや、だから、もうわかんないけど。うん。いや、絶対やってない。絶対やってない。うん。そう思ったらやんないか。こんな問題だったらまさかって思ってると思う。むしろ。ダウンタウン。いや、まっちゃんとか。だって、ダウンタウンだってむしろさ、もっと昔のがもっと、そんな、いろいろやったわ。不謹慎なこと、もっとやってきたからな。いや、やすしさん、横山やすしのモノマネとか、あれな、あれとか、もっと不謹慎なことやってきてるからな。あまたは何も考え、いや、ノコさんから知ること、シャネルズどうすんだよって、シャネルズって、いや、まあ、あれって日焼けじゃないの？シャネルってあのマーシーがね、はいはい、マーシーとかがあの言ったさ、はいはい、きっとみんの目のグループよ。あれは、あれって黒塗りなの？あれは日焼けじゃない、まあ、よくわかんない。あれ黒塗りなの？ラッツスターも、ラッツ&スターも、スターね、まあ、どんどん出てくるじゃん、そしたら。うん、大丈夫。いや、掘ったらどんどん出てくるじゃん、こんな。怒るでしかし、こんなん別にどうでもいいわって、まあまあ、なんかね、でもなんかすげえわ、なんか向こうの海外の人はやっぱ敏感なとこ敏感だからね。あれってさ、けど黒人差別のさ、俺はね、思うんだけど、そこの歴史ってさ、日本の歴史の中ではさ、昔からのな、はいはい、黒人差別の歴史って日本ではないわけじゃん。アメリカが奴隷にしたとかさ、アメリカがやったことで、なんかアメリカ人がそういうことをするんだったら、なんかそこで言われるのはわかるけど、俺らはやってないからな、俺ら日本人は。で、そういうことでしょ？海外はさ、ジャズだね、黒人。でも、まあ、それでも深いマックね。なんか、まあね、例えばナチスとか、ああいうのはさ、ここはやばい、被害者意識強すぎる。でも、そういう人やっぱいるんだって、黒人にしろ、そのナチス関連もやっぱあったじゃん。ね、うん、そう。日本人には分からんだろ。アメリカ人は差別が良いから、本当それフリーダムジャパン。だから差別意識もねえよ。ジャップにやられたら、ジャップとか読むもんね。白人主義だろ、海外は、ね。気をつく人がいるのは確か。そう、だからそういうことなんだよ。だからね。ノコは深いの、真面目だ。いや、真面目、当たり前だよ。おい、こんなん、適当に喋りだよ。ペラ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 って。世界的な問題だよ。世界的な。お前、俺がニューヨークタイムズ使っちゃどうすんだよ、この画面。その画面の俺な、詳しいのねって、いや、全部はね、なんか、2ちゃんとかね、見てみたい。ここは似合うんだよ。米は読みは、ギブミーチョコレート。いや、だからほら、でもさ、真面目。いや、こんなん、お前、こんなん、まだまだいっぱい、掘ったらいっぱいあるぞ。
な、あれ差別って敵で言い出したら在日のやつ、そんな在日とか言うな、お前は。今日深夜までなんか、いや、深夜までじゃないです。いやいや、僕はけど、そんな差別主義者、レイシストじゃないですからね、僕は。僕に、迫害主義者。炎上して売名なんかして、いや、売名に、まあ、いい売名と悪い売名なら、完全に悪い売名だろ、お前、それよ。な、アメリカ行ったことあるって何か、僕はそこで生まれたんで、僕は。な、本当によ。パリで外人に仕方されて、バレンタインもらえる予定はあるんじゃないですか、僕はね。2月って、はい、先だね。のコメント、のこ白式やなって、いや別に白式って今の俺言ったこと白式別に、今別にな、スワッティングとか消されるぞ。あの、もの、いや別に白式じゃん。ごちゃんでジャップって見ると少し悲しい。たけし映画とかお前絶対見れないな。本当に。何がジャップだバカ野郎とかね。いや、何がファッキンジャップだバカ野郎って。でもまあ未だにけどさ、でも言ったらね、あの、向こうでもさ、やっぱさ、海外のやつらでもさ、ジャップさ、こっちのこと言うやつ全然いっぱいいるもんな、そんなんな。うん。アメリカ人差別エグいからなって、いやいや、エグいかどうかは、まあ、けど差別するやつはどこでもなんかいるんじゃないの？どこでも、どこの国でも。あ、モノ君、うん、歩くまとめサイト、バレンタイン、ターゲッシュ、日本人は差別されるよ。あ、日本人の場合は、だから、俺もだから、今日も改めて、こういうことされちゃうんだよね。こんな、なんかさ、なんかね、画像で見たけどさ、イエローモンキーですか？ジャップって何？ジャパニーズの略じゃん。なんかその差別語でしょ、うん、なんか戦争があった時に、うん、なんか、あの、なんかアメリカ戦ってるかわかんないけど、戦争のあった時に、カマちゃんは世間知らず多いぞ。あ、じゃあ俺でかなり勉強になりますね、これね。白人史上、だからその戦争の時に、なんか確かジャップってなんか言われる。あ、そうなんだね。なんか、いや、それで合ってる、うん、ボビー覚えてるじゃん。それされたらムカつく。あ、これ、いや、これはムカつくだろうな、もう。黄色人種だから、それも気になんないなって。うん、平たい。いや、俺、あれはいかんと思う、ああいうの。ああいうのいけねえよ、ほんとに。マジで。うん。クソ日本人みたいな。いやいや、クソ野郎だろ、ああいうことするやつ。でも逆に言うと、だから今回のガキツカの問題も、はいはい、黒人の人たちからしたら、うん、だからそうと同じように、こういうクソ、何このクソ野郎ってなってるやつがいるってことじゃないの？うん。すごい俺酔っ払ってんだけど、酔いは冷めちゃう。今日の真面目トーク、何？真面目なトークになっちゃう。私の目は、まあ、差別嫌い。いや、差別僕も嫌いです。いや、僕も差別嫌いですよ、本当に。はい。何されても別に気にならない。失礼だよ。のこのミドルネームねえよ。ミドルネームとかなりません。どうだよ、のこは平等主義。そういうことすぐ落ちちゃう。差別で今に始まる。一部の黒人の意見だろ。朝生で真面目。フランスの方お優しかった。優しかった。酔ってるの今。酔いがちょっと冷めちゃった。うん、まあまあ、モノ君いるし真面目なんて。どういうことだよ、なんでこいつがいるから真面目な。俺緊張してるんだよ。意味がわかんねえよ。しねえよ。差別はダメだよ。大丈夫。何でよ。声めっちゃ読むじゃんって。あ、読みますよ、僕は。普通に読みますよ、別に全然。僕はコメント読みますよ。ってか、年越しの話でお前ら読めや、ほんとに。いや、全然読まねえよ、お前。大島、おっちまりょうすけ。何飲んでるシャンディガフです。あそこまで。お前らほんとコメント読まねえよな、ほんとにな。俺よ、びっくりしながらさ、言わねえけどさ、俺さ、ほんとにさ、前回のさ、隙もないもんって。違うよ、お前ら会いに行った時も。差別してるやん、君って、君はって。なんで僕が差別してるんですか？何を僕が差別してるやん、言ってみろ。なあ、ごま塩、君な、見た。だから見てね、見れなかった。俺、だからラストだけ見た。ラストだけ見た。だから秒速みたいな感じだったっていうね、はいはい、さっきも。ごめん、読んでから、コメントやめよ、離婚男。今日はそう秒速で、またテレビでやるだろうから。なんかもう、ね、秒数はだ、君のあの最後だけだから、はい、最後、隕石が、ね、あの、なんか、ね、火星かなんか、なんかよくわかんないのが、落ちてきたと、はいはいはい、時に、なんかね、隕石かわかんないけど、うん、なんか、落ちてきた時から、ちょっと見た。なんかわけわかんなかったけど、とりあえず最後は秒速のパクリだなって。こと、ね、なのには見たって何か、それだ、こいつから聞きすぎだろ、なんかさっきやってらっしゃる。やった。見た。あ、見たんだ、お前は。秒速泣いたわ。秒速はね、俺だから最後はだから最後、なんかね、すれ違えんの、はいはい、あ、これネタバレになっちゃうか。見て。秒速は良かったよ。いい映画って、秒速は。秒速は良かったよ。でも最後は俺は、ってやった。最後は、ね、いい映画だったけどね。いや、秒速は。ことね。だから、それは、なんか、君名はな、ネタバレやめろ、すいません。あの、君名は、まあ、逆バージョンだ。逆バージョン。なんか、だから、最後だね。だからさ、なんか、秒速パクリじゃん。秒速で秒速5センチメートル。やめろってけど、お前らみんな落とすな。君の名はつまらん。つまらんの、やっぱ。でも、めっちゃ、ね、ニンチャンでもすれたってけどね。うん、あの監督の絵は深みが足りない。お
前はどのあれ面で言ってんだお前は。わかんないよ。いや実際わかんないじゃないですか。僕もちゃんと読んで、君の石井守さんコメントしたの。押井守さんはないって。あ、押井守さんはディスってる。あ、なんか嫌いなの。嫌いでわかんない。あの有名どこの監督かい？押井守監督のやつ、俺あんま見たことないんだよね。イノセンス。パーフェクトブルー。あ、そうそうそう。パーフェクトブルーらしい。俺あんま見たことないんだよな。イノセンス。イノセンスは見た。電車ですれ違うのは全て。カニの声の形の方が好き。これ今、カニって。声の形は見てない。千葉銀がむしろそういうの好きやった。声の。ストーリーはクソ。ずら差別するなよ。ずら差別ってなんだお前。コンサート、あ、コンサートは、あの、パプリカ。パプリカ、パプリカと、あと、千年女優。千年女優みたいな。千年女優。そうそうそう。いや、けど基本的に平沢すむさんで。はい。声の形、キュンキュンする。まず入れ替わり系は焼き増しすぎ。なあ、あのな、普通入れ替わり系なんてほんとドラえもんで終わってんだよ、ほとんどよ。な、あの入れ替わり、な、あ、ドラゴンボールとかもさ、ギニュー特典隊。ああいうのね、もう、いいんだよ、入れ替わり系は。ボディチェーン懐かしい。ギニュー特典隊。ドラえもん。いや、ドラえもんは、ドラえもんは死ぬ。まあまあ、あの、今、なんか、まあ、ドラゴンボールのが分かりやすかったな、今。ドラゴンボールはね、ボディチェーンジ。ボディチェーンジ。ギニュー特典隊、ギニューが、あのね、ドラゴと、ドラゴじゃない、悟空と。悟空と。ボディチェンジ。夏に細田守る。細田さんの映画まあ、もう見たいです。あ、言ったら、宮崎駿さんの映画もまた、今、いつも、あ、また作るらしいんで、証拠りもなく、また作るらしいんで、あれも多分見ると思います。俺いやいや、俺楽しいよ。名曲できてます。はい、とりあえず PV も今年中には絶対ね。いつ発表するか分かんないけど、はい、今年はちょっとそこは PV 絶対出します。知らない、ドラえもんと誰が入れ替わるの？うるせえ！上げ足取るな！こういうやつなんだよ！上げ足を取るな！上げ足取る！俺がドラえもんって適当に上げ足だろ！俺ドラえもんって適当に言ったんだよ、今とりあえず。ドラえもんって言った後確かにそんな思い浮かばなかったよ。なんでそれ？何の道具ぐらい？あったの？なんか入れ替わりループだった。上げ足だ。カキ PV 作ってんの？今日 PV 作ってない、今日は。作ってないよ。じゃあ、ミニアルバムの、ちょっともうね、ちょっと練習とかレックとかそろそろもうあるんです。はい、そろそろ。ね、いろいろありますからね、僕ら。あ、まあまあ、まずプリプロからやるんだけどね。はいはい、上げ足は取るだろう。上げ足ない。いや、上げ足バードがやるから、昔から僕、上げ足バードって呼んだけど、上げ足取りのことをね。上げ足バードはやっぱインターネットはいっぱいあるんで、残さよってイメチェンしないの。あ、イメチェンしたい。あの、髪ゴケそろそろ切ります。単発にしたいと思ったら次は。お、坊主？ジャケシャワー、坊主。坊主でもいいよ。早く見たい。お疲れ、そっか、楽しみ。セカはもう新曲。今日も6時間の新年から元気で。6時間やんで、もう、眠いんですよ、僕、本当に。時間が逆転してるでしょ？逆転ってか、今、昼寝してる時間だからね。坊主、モノクゲ。おい、いや、ベイキャンライブ、はい。プリプロって何の役？知らねえよ、プリプリ。ね。プリプリプロセス。ね。それプリプリプリンセスだっけ？いつも一緒にいたかった早く寝ろや、うん、プリプリプリもいい曲あるよね M ね2ブロック、はい、ホルモンハゲにするのあ元からハゲか赤ちゃんか適当ダイヤモンドだねあダイヤモンドだねそうありますね分かってよ、プリプロいつって。いや、いつとか言わねえよ、別に。あ、けども、まあまあ、でも、まあ、今月か来月にあります。はい。だからね、ちょっとスケジュールがすげえ、なんかバンド、スタジオ配信、スタジオ配信で、ね、ちょっとね、できるのが、いや、けど本当にそれはマジなんですよ。やほんと、今日何時まで、いや、決めてない。決めてない、とりあえず。本当にね、余裕がない。一曲お願いします。昔の曲知ってますよ。当たり前じゃん。昔の曲何でも知ってるわ。もう大丈夫か、大丈夫か。疲れてます、疲れてます。朝からモノくんとね、こいつが全く覚えねえからよ。8月の駅とか。まあまあ、いい曲だからね。お前はちゃんと、いや、レコーディングはね、多分ね。問題なんてないない。少しや、じゃあちょっとね、モノくん、お前喋って。ちょっと休んでいいよ。うん、じゃあ僕ちょっと、モノくん、現地買ったの。すごい、現地買ってないよ、これから買うよ。いやいや、今年買えたらいいな。疲れたよね、今日は。いや、リアルで。リアルで疲れた、ね。いや、疲れた感情見せない君はすごい、プロだ。いや、酔っ払った勢いで。酔っ払った勢いでね、すごいよね。はい、どうも、こんにちは。あ、こんばんは。ね、問題ありすぎ。いや、あのね、問題なんてないないないでね、ハマるんだよね、フレーズ。マジで。あれ、いい曲ですよ、本当にいい曲。お前さ、そういうの、他の曲は、まあ、普通だったよみたいなさ、お前、言いよせよ、これ。そんなこと言ってない。
あの曲は言うけどって言って、言うな。いや、そう思っても言うな。そんなさ、こいつらが言うのはいい。他の曲が良くないなって。はまらないってこと。お前らが言うのは別にいいわ。いやいや、お前が言うな、これ。リアルで言ってくんな。そんなあれかい。いやいや、褒めてますよ、本当に。生身の人間から言ってくんな。ごめんなさい、はい、すいません。もうディスってねえよ、なんてだよ。おかしいだろ。どこまでね、広く考えすぎなんだって。単純にこの曲がいいよって言ってるだけなんだよ。いやいや、だから、ね、そうなると相対的に他の曲が大したことなかったよっていうね。花びらボタンとか、なんだよ、あの気持ち悪い曲とか思ったこと一言も思ってないよ。本当に。ね、いやもう DM で送りだって、気持ち悪いだろ、そんなの今。口で言った方がいいだろ、お前。普通に。むしろ LINE とかなんか嘘っぽいだろ。まあまあまあ、とりあえずね、まあまあ、とりあえず。だけどね。まあ、いや、そうだよね。まあいい。まあそうね。お前何様で、本当だよ。俺様だ。俺か。物を食わす。はいね。コメント読みなさい。はい。残ツイッターフォローしてて、うるさいよ、本当に。俺、あなたフォローしてるよ。首吊りし。なんで首吊りし ?LINE 教えてよ、ものく。LINE 教えないよ。首吊りしね。いや、すごいな。自分が飛び降りた後に、だって、あれでしょ、もう自分死んだからもう、なんだか落ちてわかんないと思うからさ、死なないわけでしょ、一応相手は。相手は別に、だってザマ事件は死んだじゃん。あ、そうなの、うん、俺、そこら辺にあんまわかんないけど、さっきの話聞いたらさ、男が先に死んで、やっぱり気が変わってやめたんでしょ？それはまた別の話だよ。それは一緒に死に行こうって。な、真珠死に行こうって。ってうん、まあ、なんか、ダザイオサムみたいな感じよ。その、まあ、お前にダザイオサムって言っても何もわかんないよ。わかんないね。お前は本当にね、何もないバカだからね。たけし君はいとか読んだよ。いやいや、そう、ちょっと、いや、まあまあ。モノ君。ポッポ屋とか読んだよ。うん、お茶まず。いや、もうその話は、あ、そうね。お前理解。はいはい、どこも真珠したいくらい下向きれたらバカやろ。結構ね、ありえねえよ、真珠とか。絶対怖いね。絶対でも一人で死ぬの嫌でしょ。一人で死ぬの、いや、バカやろ、一人で死ぬのが全然いいわ。一人で死にてえわ。逆に、うん、誰かに見届けてもらったりとかしたくない。あ、別に今んとこそれない。本当に嫌、うん、でしょうよ、一人で死ぬの。いや、だって、死ぬときみんな嫌でしょ。まあそうだけど、一人だけど、いやいや。どこ行くときは一人ってなるよ。どこーってさ、こう、読めよ。家族がさ、こう、周りの社員が。ノコはタナトスに救われるから。ノコちゃんとって言える。平成のタナトスさん。ダザオさんとかクソだろ、あいつよ。あいつはクソ野郎だろ。そうなの、うん、一緒にだってあいつもさ、あいつだったら前の事件の場合ってさ、あのさ、男の方だけ死んでる。ダザオさんは一緒にさ、あのね、あの川に飛び込んでさ、女の方だけ死んで、ダザオさんだけそんなしなかったんだぜ。それ実はなの？実はだよ。それすごいね。うん。人間失格。最終的には別の、その後別の女性と一緒に死んだけど。結局女とは死んだけど。結局女とは死んだけど。クソな男多いよねって。いや、そんなことねえよ。僕らはクソじゃないよ。僕らはクソじゃないよ。ダザイオサム好きになれないっていう人はいっぱいいるよね。どこまで行けるよ。俺も。あれあの、なんだっけ雲の糸ってダザイオサムだっけ違う、それ芥川龍之介だよ。あ、間違いない。雲の糸ってお前やけど、それをよく知ってんだよ。雲の糸って。そうで、なんかね、スペシャル番組でやった。ビヨンの妻や、うん。雲の糸ってあれすごい話。君、もう読んできてないんだね。君は。ダザイハマってた、いい話だ。文学知識全くゼロだね。ないない。僕は図書室で読んでたからね。君がアホずらしてるね、間。もう僕、図書室で話のゲームしてるんだなって。話のゲーム見たよ、俺。話のゲームはそうでしょ、いやいや、ね、小説とか、まあね、物って、まあ、文字がね、もうそこら辺ないっぱいあるとダメなんでしょ。の子よく知ってる。昔は文学少年だったから、昔は。いろいろ読んでたんだね。放課後の図書。いや、けど昔は本当に、あの中学校の頃とか。の子の方が賢い。いや、彼の方が賢い。いや、でも俺もけど、お前らのけど読んでると思うよ。うん。いや、俺はけど、言ったらね、あのね、浦沢直樹と、あ、違う、浦沢直樹じゃない。村上直樹とかさ、ね、黒のに来る、ね、と、あのね、羊の、ね。全然わからない。いや、もう俺も今ない。まあ、いろいろ黒に来るとか。俺全然上手。俺、ね、全然上手。鳥選挙とか。村上春樹とかも読んだ、昔は。中。なんか、羊たちの冒険とか読んだ。それ漫画やってない。ねじ巻き鳥クリニカルです。はい、知らない。全然知らない。あと、世界のハードボイルド。あれは良かったよ。俺ね、世界のハードボイルド、村上あるけど、村上龍。いや、ね、だけど、ねじ巻き取りクリニックると、あのね、あの、ダンスダンスダンス。あの、昔の、俺はね、ハードボイルドはけど良かったよ。なんか、世界のハードボイルドだっけ？ハルキストじゃない俺は今、別に。ハルキストじゃない。昔はけど読んでた。なんか、村上春。でも、俺いろいろ、年末の終わりのハードボイルドワンダーランド。あ、そう、ハードボイルドワンダーランド。あれ、面白かったよ。はい。全然、なんかおすすめして。昔は文学賞、夢の休息もね、僕はね、あの読んだんで、それはね、もう中入みたいな感じで、ドグラマグラ読んで、チャカチャカポコチャカポコってね。おすすめの本教えて。おすすめの本、ドストエフスキーの地下室の、
初期と、あとは、なんだっけな、小僧の、なんとかかんとか、誰だっけ、作者。小僧、なんだっけ、もう今酔っ払ってからだけど。俺も今別に文学少年じゃないから、宮崎賢治、誰だっけ、小僧のなんか恩返しかなきゃわかんないけど、あれ良かったんだよね。罪と罰はってないか、罪と罰も、罪いいんじゃない、の元気そうってあるが、小僧。志賀直哉。そう、志賀直哉の、そう、俺昔も言ったから、そう、小僧の神様だ。小僧の神様いいっすよ。あ、けど、あ、教科書載ってたっけ、全然わかんない。あ、けど、短いから読みやすい。へぇ、結構読んでるなぁ。そう。いや、昔ね、小僧の恩返し。小僧の神様でしょ。どっちどっち全然わからん。小僧の恩返し、小僧の神様。ふーんってなんだお前。なんだお前、ふーって。パン屋の収益、面白いですね。あとは、星新一の、なんかね、ショートショートとか、ね、あれも面白い、ね。全然わからない。最近本よ。俺も最近は読まない。どんな内容ってないよ。いや、小僧が、神様。なんか、そういう、ね、読んだらわかるよ。読んだらわかる。読んだら、ちゃんと読んだら。小僧が神様。三島明夫さん嫌い。あ、本当に？三島明夫さんが嫌いっていう人はなんか、あの人、ま、いろんなことやってるからね、別にね。正直に政治上だったの？政治的な部分もいろんな、ね、そうだよね。なんかいろんな、ね、なんかね、嫌いっていう人はいろんな、なんか見方あると思うから。のこさん見守って、見習って読みます。俺、東京タワーとかバトルロワイヤル。花火読んだって。あ、読んでない読んでない。俺読んでない。だから最近読んだない。花火、火花じゃない、火花。火花、火花だよ、お前。火花だよね。のこさん、状況やな。状況じゃない、別に俺は。今は本当にもう、ポッコちゃん。本に集中できる。だから昔は今はもう、ゲバラの電気読めよ。ゲバラの電気とか読んでみたいね、あれね。ゲバラけど映画見たよ、俺は。ゲバラのさ、クスだったけどね。ゲバラの、そうそう、俺見た。カストロと、なんかゲバラのさ、普通にね、革命の戦いの、そう映画、見たんだけど。さ、あれはクソだった。君の顔が。チゲバラ、チゲバラ。あさりちゃん、三島由紀夫いろんなタイプ、そう、いろんなタイプ、なんか三島由紀夫さんいろんなタイプがあって面白いって、なんか、そうそうそう、なんかあれ面白いらしいな、なんかな、道徳、反道徳なんとかな、教本とか。三島由紀夫さんって結構なんか結構ユニークな方だからな、あの人な。実はって言われてるからね。英米文学はお好き？ AV 文学？英米文学とか言われたら僕何か分かりません、それは。あれ？ジャミロクワイ、ジャミロクワイじゃない。ジャミロクワイってお前、あれじゃねえか。もう、すいません。みはまともに言いたいんですけど、ジャミロクワイみたいな名前の人。シャーロック・ホームズ？シャーロック・ホームズじゃない。サリンジャーとか、サリンジャーだから読んだろうな。当たり前だろ、お前。シェイクスピアって言いすぎ。ジャミロクワイ。シェイクスピアとかしょ。ジャミロクワイじゃない。でも、シェイクスピアはね、僕はね、そんな読んでませんよ。でも、サリンジャーの、ね、ライ麦畑で捕まえては見ました、読みましたよ。ジョン・レノンがね、最後に、閉まってた。お腹に閉まって、違う。ジョン・レノンが閉まってたんじゃない。ジョン・レノン、撃ったやつを、撃ったやつが閉まってたんだよ。ジョン・レノンが閉まってたら、ねえ、お前、ビレゾン助かるかもしんねえだろ、その本で。胸に閉まってない、ジョン・レノンは。逆だよ。逆ってやつだよ。お腹に閉まって。ライ麦畑で捕まえて、それジョン・レノンを撃って犯人がね、直前に読んでた。そうそうそう、ね、そうだよね。そうそうそう。それ有名な話だよね、それで読んだの、僕が読みましたよ。あ、読みましたよ。はい。ライ麦畑捕まえて読みました、読みました。はい。キャッチャー・イン・ザ・ラー。この曲のノベライズとか書けば。曲のノベライズって何かな、ノベライズってどういうこと、なんだろう、曲を、あれじゃない、ストーリーにするんじゃない、小説にするんじゃない、そんなんしない、そうわけないでしょ。あれはかバナナフィッシュ、わかんない。お前らもやっぱ詳しいやつ、絶対あると思う。そんな俺らなんか、カメのジョナサってなんか知らねえよ。大津やんかって。俺、どこの歌詞を本にしてる。歌詞を本だ、俺出たろ、一回よ。俺の詩集がよ。あれつまらんよなってないが、どれ、ライブ見方、まだっけ、ライブ見方はぶっちゃけつまらなかったっていうか、俺はあんまなんかわからなかった。うん、なんか俺結構10代の時に読んだんだよ、ちゃんと。17か、16か、若いね。ちゃんと、いや、その時期に読むと刺さるってなんか言われてんだけど、なんか。あれ、うん、刺さなかったの、うん。なんかその。のこさん小説書いて。書かねえよ、なんこれ書いたことあるんだよ、だって、若い時。若い時はね、刺繍がつまるのかと思った。なごさん、バナナフィッシュってなんだっけ、なんか聞いたことあるけど。なんか、野川さん、出資はまだ読み終わってない。読む必要ねえだろ、あんなんよ。読む必要ねえだろ、あれは。ルルラーラ。ルルラーラ。なんでルルラーラ、ちょっと、もうちょっとね、あれだよね、固めて書きたかったよね。ルルラーラしたら俺なんだけど。まあ、ルルラーラ、いいのね。どんな小説、
興味なし。いや、興味ない。官能小説書いたの、小物くん。小物くん、それ詳しく。俺は分かんねえ、お前は小説書いたの。俺だから SF、SF 小説書いたの。知らない。でいつ、活動中に活動中。いやいや、活動中じゃないよ。昔昔。分かんない。昔昔。バトルロワイヤルみたいな小説書いたの。誰よ、俺。昔バトルワイヤルでね、あ影響受けて、なんかそういうのを、あやなんか黒歴史的な、なやつってことで、SF ですって、いやバトルワイヤルみたいなやつ、いや違う、キルゲーム系だ。キルゲーム系、全然 SF じゃないじゃん。何が SF なんだよ。バトルワイヤル。未来に行く話。バトルワイヤルと、が、なんかそのまま、なんかスペースシップ乗って、なんかね、そういうのじゃない。なんだっけな。黒歴史公開。人の負しかない世界と。そう、近未来的な。そう。人の負しかない世界。世界と。あ、それ地球。正しい世界。正しい地球。え、そう、星がある。世界に星があるんです。星があって。人の負しかない星と、正しい人間しかいない星が、その二つしかない。ない。で、宇宙には、君の描く宇宙。でも実はもともと一つの星だったんだ。もともと、あ、宇宙国深いじゃん。深かったんだよ。闇深い。キルアキルスコ。紅白の壁は見てる。すごい。SF 好きな。面白そうや。結構、結構考えてたもん。結構なんか、ね、ペンネームは何ですか？のこ絵本書いて死ねよ。いや、ゴミだろ。その、ロゴさんもなんか、影って。面白い。書き上げたの。書き上げなかった。未完成だった。いや、だから途中、その、今ね、お前こんなことやってる場合じゃねえぞ、お前次のアルバムのさ。それを書き上げて、それを公開、ネットで公開しろよな。相当前だったからね。ね。相当前だったんだもん。いや、だから作家タイプなんじゃない、モノ君、実は。違うだろ。いや、もうそうだろ。キーボーディストより向いてるだろ。日本語がだって。絵本書いてるね。モノ君、あ、俺かってこと。俺だって絵本書くことは書けるよ。じゃあ、時間なのよ。のこ漫画描いた。俺は漫画描いたね、ほんとに。未完の書ってめっちゃかっこいいな。なんかね、まあ、でも、なんかその内容さっき、なんかなかなか、なんかね、題材は結構なんかいいんだよ。なんかね、そう、設定は、舞台設定は。使っていいよ。どうにか何使うんだよ、俺が。曲ね。正しい星がある。そう、こっちは正しくない。はい。スペースシップ。かつては殺し合うんだけど、ね、殺し合わなかった、最終的に、っていう感じ。モノクは話したから表、ねえね、音楽に乗せて朗読。なんだよ、この話よ。はい。それ映画化してみてっていうか、背後見。いや、だから別に、いや、もう、お前、そういう、けど、いいね、なんかね、けど、それ大体、設定はけど、なんか、なかなかいいじゃん。ね、よかったでしょ？なんかいい感じする。天使と悪魔っていうね、小説も書く。デビルマンのパクリか、てめえ！いや、それ違うでしょ。それ違うでしょ。いや、で、天使と悪魔って、お前、デーモンと、ね、神、あれ？神がね、戦うっていう、デビルマンのパクリじゃねえか、てめえ。天使と悪魔って小説も書こうと思ったの。天使と悪魔って。それがどっちもドラゴンナイトで。でも最終的にやっぱ、サトちゃんじゃない。深瀬くんとちょっとなんか、似てる友達になれるかな、俺。君も、セカオワハウスかな。ハウスに。セカオワやん。かいわれは、題名はださい。セカオワ、もう、くん、付箋は回収できたのか。できてないよ、本当に。俺、もう、くん、付箋しちゃったの。なんだっけ世界と平和なんだっけ世界、海賊いや、違う、なんだっけ天使と悪魔。天使と悪魔、そう。実は最終的にやっぱ人間が一番の悪だったっ、うん。だからデビルマンじゃねえか、これ、お前。デビルマンじゃねえか、それ。デビルマン読んだ。じゃあ、パクリじゃん、お前。俺、最終的に人間が、デビルマンと同じだった。読む前。いや、読む前だよ。なんで、完全デビルマンじゃねえか、それ。人間が最初悪だった。そうだね。デビルマンじゃねえか。的にはそうだね。確かに。そうなんだよ。丸パクリじゃねえか。いや、でも読む前に。じゃあ、長井剛さんと同じ才能が。いや、パクリじゃないんだって。デビルマンを知る前に、だから、デビルマンが設定があったってことは、長井剛さんと、あの天才漫画家と同じ。一緒嘘つけよ、お前って。デビルマンあかんな。ほんとデビルマン読んだ方がいいよ。デビルマン知ってる。最後、ひどいちゃんだった。最後、ひどい。いや、あれがいいね。まあ、いや、めちゃくちゃじゃん、最後。デビルマン、名作だよ、あれは。もう、マジで。いや、名作だよ、あれは。デビルマンパクられたのか。パクられたのかって時代が違う。昭和感で。いやいや、長井剛がパクリじゃない。長井剛さん天才だからね。ハレンチ学園とかさ、ね、いろいろさ、
いや、いろんなね、キューティーハニーとかね。キューティーハニーとか、マジンガーズとか、あれ天才だよね。エロの天才だね。エロの天才。まあ、エロもね、確かに、ね。エロもすごかったし。エロもすごかったしね。マジンガー Z とかも書いてる。すごいよな。あっちがやがった。もうかかる。嘘つけ。デビルマン素晴らしいです。デビル素晴らしいです。漫画で読んがなってない。僕は漫画です。実写なんか見るわけねえだろ。なんかクソって言われてるらしいな、あれは。長い棒、漫画もね、メガネ訴えていいです。じゃあね、デビルウーマンで行こう。エッチなエロ。今度またデビルマンアニメ、やれ、もうそういうのいい。もう、なんかやるっぽいね。でもすごい現実、原作っぽかった。本当に。ちょっといい。もうアニメとかそういうの、もういいよ。実写化とか俺は。もう漫画だけやんもんな。手塚治虫さんも好き。あ、けど、俺ね、手塚治虫さんだから、火の鳥火の鳥をちゃんとまた読んでみた。ね、うん、お前なんか、なんか最近。最後まで読んでないの？そう、俺も最後まで読んでないんだよ、火の鳥。そう、あれちゃんとまた。あ、俺最後まで読んだわ。どっちだよ、お前。印象に残ってないじゃん。印象に残ってないってこと？いや、残ってるけど。なんで覚えてないの？話が深すぎて。覚えてないんだ。難しいんだよ、あれ。覚えてなかった。まあ、ロボットとか覚えてるよ。ロボットしか覚えてない、うん。未来編とか。ああ、そう、未来編だ。火の鳥みかんなんだ。そう、みかんってのは知ってる。みかんらしいんだけど、そういうの、なんかね、あれはなんかやっぱ読んだ方がいい。難しいよ。みたいな、なんかさ、ネットのやつら言うじゃん。うん、文字読めるんか。負けず嫌いだ。火の鳥のエンディング。で、結構ないです。ブッダ。ブッダも面白かったよ。ブッダ、あ、そう、手塚治虫さんはね。わかんない、俺はもう。あと、ムー、うん、ムーも読んでねえし、アドルフのやつも読んでねえし。三つ目が通るしか多分俺見てねえんじゃないかな。しかもアニメで。アニメやったじゃん、俺らの。やったね、やった。三つ目が通る。三つ目が通るって、あ、なんかね、オープニングで。ね、アドルフにする読め、あ、そう、あ、そら。手塚治虫さんは絵もかわいいよねって。あ、なんかあの人は丸を描くのが天才的だったらしいね。丸を。もうやって丸を描くのが誰よりも綺麗な丸を描くんだってなんか。あとね、女の子はみんな可愛いんだよね。手塚さん、課題評価、いや、課題評価じゃないと思うよ、俺は。うん、今、だって漫画の基礎みたいな感じ、ね、まあ、あの人見なかったらね。言ったらけど、なんか、それディズニーが基礎みたいな感じになってると思うけどさ、はいはいはいね。でもディズニーより先でしょ。日本のディズニーなんか、まあ、ディズニーより先。うん、だって、ジャングル大帝の方が先でしょ。ディズニーの方が先でしょ。いやいや、だってライオンキングはあってあれ、完全にギャンブルタイトルパクリでしょ、あれ。ライオンキングは、じゃあ、映画はな。そうそうそう。漫画は違うんじゃない？そうなんかね。アニメーションわかんない。手塚治虫、今のアニメの元や、手塚治虫の短編も素晴らしい。お、短編とかもなんかそうですよ。短編とか何か読んだか。ゼロの先でしょ、丸書いてみて。いや、あの人はすごすぎだよ。だから、ね、今、YouTuber で例えたらなんか、あれかも。ヒカキンみたいなもんでしょ。あの人はなんか仕事、だからさ、宮崎駿さんもさ、すげえさ、手塚治虫さんもさ、なんかさ、死んだ時に死にに鞭打つようなコメントさ、残したんだけどさ、手塚治虫のせいで、一つの原稿料、漫画家とか原稿料が、あの人が仕事をしすぎたせいでさ、ね、我々アニメーターとかが、給料が安くなったんだってさ、あのね、死んだ時のコメントにそれをね、はいはいはい、あの、もう、いい闇言ったらしく、うわーって書いてた。そうだね、全然あれだね。そうそうそう。ヒカキンとか、だからヒカキンもさ、めちゃくちゃ動画出してんじゃん。あれをだから、ああいうことさ、だからさ、なんかさ、ああいう、なんかもう、されちゃうとね、先に。一番さ、やっぱ、なんかね、活躍してる人はああいうことしちゃうとさ、うん、なんか、後の人はみんなそういうのに従わなきゃいけなくなる。お笑いの特徴。従うっていうか、そういう流れができちゃうじゃん。作品多すぎて知らんがな。漫画の神様低くなったってね。物知りはすごいな。へえ、ひでえって何か。ひでえな、おいってのは。あ、それ別にネットで調べれば出てきますね。パヤオの誕生。え、あ、今日は宮崎駿さん。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうね、これ。いや、もう本当に宮崎駿はマジで。ね、俺はね、のこ先生、いや、宮崎駿先生は本当に僕はね、久石譲さん。もう完全にもう影響を受けてます。そうだよね。リスペクトしてますから。逆恨みじゃねえか。いや、実際もんだけど、給料が低くな、アニメーターの給料が低くなったっていうのは本当かどうか知んないんだけど、真意は、らしいよ、けど。手塚治虫さんが、あの、もう、仕事をしすぎたからね。そうそう。あ、低月給って、あ、低低い給料で、引き受けたから、それを。仕事しまくった、かつ、低い給料でそれを受けまくったから、それが今にも王を引いてる、というらしいよ。アニメーターは。マジタカあるよ。うん、私も浅野仁夫さん、久石さん。たまに休めてヒカキン言われた。ああ、そうだ、ヒカキンはすげえけど、これ休んだわ。ヒカキンはほんと、あれはあれすげえかな。ヒカキンはマジですごい。ヒカキンガチですごいんだ、あいつって。あの人はすごいよね。俺別にあいつとね、俺はヒカキンのダチだぜって自慢するわけじゃないんだけど、あいつん家も行ったことあるし、いいね、あいつの話も聞いてるけど、あいつはほんと自分の時間マジないからね。ずーっと編集してるの？ずーっと編集とかしてる。あいつすごいよ。ある意味かわいそうだと思った。のこもそうやな。俺なんかたまにね、あのね、曲作ってよと言いつつ家でさ、ずっと2ちゃん見て。
別にたまに、ね、で俺たまにちゃんと置くよ。わかんないよ。いや、入れてる時あるよ。ずっとね、万年そんな創作してるわけじゃな、俺は。まあまあ、どうだろう。喋るのやつ。かかね、ヒカキン最近病んでない。いやいや、ヒカキンはすごいよ、ほんとに。ヒカキン、努力のやつ。ヒカキンはほんと人間性も神だし、ほんと素晴らしい。ね、あの、マジであのまんまだから。いや、みんなも楽しそうだなってないわ。ああ、楽しいですよ。ヒカキンの凄さがいまいちわかる。いや、人間性はもう、ほんとあのままでヒカキンって。本当にあいつ、すごい。動画編集、マジ大変だからね。あいつはもうね、何なんだろう。なんであんな政治君主みたいな感じ。俺、だって一緒にだから会った時もさ、1万円ぐらいなんかおごってもらったからね。あの、飯食った時に。年上の俺がおごって、俺が、若いもんね、あの人ね。いや、だから、高級料理店連れてかれたからさ、その時さ、そうそうそう、都内某所の、地下金とさ、なんか遊んだ後さ、そこでさ、会計、やっぱさ、割り勘にしようぜって言いたくなるよね。じゃあ、割り勘でも高えんだよ。でも、それでも、残さないですよ。払います。オッケー。おい、ハロー、YouTube。ハロー、YouTube。さすが、いや、残せ。マジか。いや、マジで。いや、さすが、いや、なんか悲しいな。そこは、いや、向こうは金持ちだから。まあまあね。金持ちだから、お前。かね、いや、巻かれて、いや、金持ちだ。ヒカキンって何歳 ?27 ぐらいじゃん、今。ちょっと俺らより下だよね。そこはお前が払えよ。もう俺が払ったらもう1万ぐらい払うためのハメになるじゃねえか、俺ら。割り勘でも高かったわ、あれ。ほんとにさ。そんなすげえ店行ったの？なんか最低やな。いや、でもさ、すごい店とかじゃない。ヒカキンって行ったけど、ありゃ、いや、もう俺初めて、何回だったの、ま、何回いや、そういうこともあんまりね、言わないけど。高層マンションでしょ？うん。今、ヒカキン、六本木ヒルズに住んでるってのはもう公開し、まあ、バレてるじゃん。あ、そうなんだ。でもその前のところ。はいはい、はい。その前のところに。前のところ。それでもまあ、もう天井よ。天井で、もう、ぼーもう全部、もうすべてが見える都会の。すごいね。大抵。おぉ。ガキこのまま大抵ってなるよね。女なら大抵ってなるよ。ね、家賃とか知ってんの、山田に。いや、家賃俺が知ってるわけねえだろ。お前には幻滅して、そんなもんさ、俺だって、いや、先に俺だって割り勘しますよって言ったよ。でも、ヒカキンが言うから。いいです、って言うからさ、天井、いや、そうだ、最上階みたいなとこ。天井ってあれ、天井じゃねえよ。最上。うん。大敵も、モナ、六本木行こうや。なんでモナって、俺のことモナって呼ぶな。名前変えるな。仮想課金だと、お前。仮想。仮想通貨。仮想通貨だと。仮想通貨。ないか、ターンファンじゃねえかって。そうだね。成人、いや、ほんと成人でヒカキンって。これ、マジで。本当にあのネットの通り、マジいいやつなんで、ヒカキンって。あれはもう成功、もうね、もっとしてもらいたい、俺は、ヒカキンは。なるほど。人柄がね。あんな人柄いいやつね。もう、そうそういないよ。僕たちの駅前はどこの家、マンションじゃねえよ。同じ間。仮想通貨どうなって、だからモナコインがめっちゃ落ちて、リップルがね、僕はね、上がってます。でもね、リップルが持ってるでしょ？リップ持ってるから。大丈夫。そっちでね、全然、ね、生きてて。ヒカキンネオにあげろ。なんでだよ。税金は別に分からん。今成功してもっと怒られる。ああ、負けないで。負けないでっておかしくない別に。金が金とかじゃないじゃん、そんなさ。ね。別に作品では負けてないよ、俺はヒカキンに。あ、それはね、そこは自信持っていいと思う。モコってやめろ。そこは自信持っていい。ヒカキン朝暮れたり。ジャンルが違うけどね。そもそも。やさぐれたりしないのかなって。いや、それはするときはする、裏でしてると思うよ。リップルー。今バブルじゃない、はい、ビットコインは、ビットコイン買ってない。もう買ってない、さすがに。買ってない。ヒカキンにお返ししなきゃね。機会があったらね。勝ち負けじゃないよ。世の中、ノコ金好きだな。当たり前でしょ。金嫌いなやつだから、そうそういねえだろ。ノコさん、アンチに負けないで。ありがとうございます。頑張ります。大丈夫、勝ってるよ。人生に勝ち負けなどない。金が全てやろ。いや、まあ、全てとも言わん。いや、全てとかお前そんなこと言わねえよ、俺は。別にそこまで。金が全てとかは言わないよ、さすがに。まあ、言いたくないけどさ。言いたくないけどさ、金が全て。そうだよ。お前はだって金は命より重いじゃん。まあまあ、そっか、お前はけど、お前もけど作品とか作ってんだろうよ。そうだけどね。金で比べるのは良くない。僕らね、金じゃないよ。だったらめっちゃ使うよ、多分。ああ、ヒカキンに、ああ、なんか。金持ちはやっぱ金使わないと。うん、ね、マジで今年フェス、じゃあ、ベイキャン出るだろ。うん。のこ貯金いくら貯金なんかもういやもうこれは言いませんよ。言いませんよ。もうポロッと言ったこと、いや、もう言ったこと、もうやめてやれ。なんかお前ら、本当にそういうの、なんか、なんかね、まあね、マジかよ、みたいな。もう、まあまあ、前行った時からは、まあ、ちょっと増えてます。あ、そうなんだ。うん、ちょっと増えてます。おぉ、いいじゃん。貯蓄してんだ。貯蓄してんだったら、貯蓄してますよ。お前、違うんだよ。お前と違うんだよ。なんで俺の違うんだよ、お前。そんなことないだろ。こいつ相当、うるせえ。な。1億かよって、そういうこと言ってますよ。じゃあ、なんだっけ、なんだ
いや、まあまあ、アーティストはね、出てるって思うからね。800万とかやめろ、それリアルなね、とこがついてくる。あの、まあまあまあ、もういや、もうやめろ。あ、まあ、まあまあね。もう汚いぞ。まあまあ、ぶっちぎって、ぶっちぎって、マジで、ほんと、けど、ほんとたまにお前らさ、なんか1000万いったからとか、2000万はない。2000万とか、ほんとに。いや、もう、汚れた会話だってさ。それはマジでないから。汚れた会話だってさ。3億くらいまで。あるわけねえだろ。2000万もマジでないんだから。汚いぞ、なんか汚れた話になっちゃうわ、ほんとに。まあまあまあ。世の中金じゃないんだから。800以上やな。もうちょっともうこれ以上はね、言います。やめろ。世の中金じゃないからな。うん。千万はあれ。お前ら消去法で追い詰めてくるな、僕を角まで、ね。みんなやっぱ金大好きなんだよ。リングのリングサイドまで俺を追い詰めてくるなよ。お前、そんなもんさ、寄ってたかってよ。なんだお前ら。お前ら金か。俺を金みてえのか。でも俺の貯金金額知ってお前何の得があるんだお前らに。でもちゃんとさ、どこのいいところはさ、ちゃんと親父さんにさ、あ、じゃあそれはやっちゃうとね、やっちゃうと回して当たり前じゃん。それは当たり前なんですよ。偉いじゃん、当たり前じゃん。やってねえっていっぱいんだよ。親父のだって、もともとこういう家だったんだから。親孝行してねえっていっぱいんだぞ、お前。親孝行してねえし。うん。こうやってしてねえよ。いや、できるときにちゃんとしてんだから、金持ち決まってんだろ。親父さんにちゃんと親孝行してんだから。ガンジよね。お金なんて。いや、それは当たり前。それはもう偉い。座ってるし。お前、当たり前だぞ、モノ君。できねえから、できてねえんだよ、お前。やめてください。強盗とかやめ、スワッティングとかやめてください。マジで。本当にやめてください。金の問題で敵に回ってすごいよね。本当にやめてください。だから余計、でもやめよう。だからもう、もう、怖いよね。一切するしよ、金をちょっと持ってるだけで。一切する。もう、だからもう、モノ君とかもさ、言いたくなかったよ。言わない方がいいんだって。言わなかった、ほんと。本当だよ。ああ。だから、リップルとか言うんだよ、だから。そう、言わなかったね。うん。次の通貨選んだら言わない方がいいよ、あんた。本当に。絶対言わない方がいいよ。本当に。俺さ、だからさ、配信では言ったんだけどさ、ニュース組み狙われてるぞ。あのさ、お前さ、あのさ、俺がモナコインで稼いで、なんかせ、モナコインで上がってるみたいなツイートいっぱいした時にさ、その後にさ、お前とさ、千葉銀が乗り込むさ、車の中に俺が乗り込んだ時、千葉銀がさ、横綱、モナコイン上がってるみたいじゃねえすか。いや、あいつは、そういうことだ。あいつはそういう男だからね。まあ、ね、こいつも、いつも、俺、ツイートしなきゃよかったって思って。もう、長瀬さん、上がってるらしいですかね。それはいつも心の中で、いや、心の中でもう、相当俺のこともなんか、もう、なんか、恨めしい感じなのかな、わかんないけど。千葉県どういう感情で、いや、わかんない。わからん、わからん。どういう感情か、俺にはわかんないけど。うん、まあまあ、恨めしい感じはない。ないと思う。いや、まあまあ、恨め、ないよね。ないよね。恨めしい。ただね、キラッと。そってなって、ちょっと気まずい。軍資金あっていいなって言ってたよ。うん。いやいや、だからそれ。あいつはギャンブラーだから。まあ、あいつはギャンブラーじゃん。ガッて行くのよ。で、俺なんか、まあまあ、ギャンブルとは、まあまあ、ギャンブルみたいなもんか。だから、もっと行くから、あいつ多分。金持ってたら。やめちゃう。ジョギーが、金持ってたらね、もう、バーンって行く。金一発で溜まる。あ、ベースな。ちょっと、ね、1万5000ぐらいの、ちょっとね、初心者ね、キットを買ってあげる。なんか多分。うん、千葉銀も、銀行は、まあ、千葉銀。いや、ネタ見じゃないよ。千葉銀もやりそうな雰囲気で、千葉銀もなんかやるんじゃねえかなって思うんだけど。やりたいんだけど、かける額が半端ないのよ。で、なんか、あ、確かに言ったけどさ。そう。もうやるなら徹底的にやるって言うから。だからできない。そう。うん、なるほど。だから、もっと金かけたいから。ジャニーさん、でもさ、俺スロットとかやるんだったら、まだ、まあなぁ。だから、そっちにかけさそうしない。千葉銀ギャンブラーだよ。そう。あの人、ほんとギャンブラーだから。千葉銀はほんとにギャンブラー。まあ、お前は詳しいだろ。そう。なんかそこら辺、俺はあんまギャンブルやんないから、逆にそっちの。ほんとにね、千葉銀やりたいって。千葉銀買ってくれることやるから。そう。ほんとに。もうね。すごいよね。すごい。あ、しかもそれでさ、どうさ、パズドラとか、なんかそういうのも課金もいっぱいやってるから。あいつ、すごいよな。あいつ、人生を。ギャンブル、ギャンブル。ほんとに人生はギャンブル。パンクだな、あいつ。パンク、ほんとに。あいつパンクだな。千葉銀借金やん。パンク。え、知らないんだけど。借金やん。ない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 よ。え、キャリー借金ないよ。あ、ない、ない、ない。ないないない。ないはず。俺、リスナーだけに、リスナーだけに言ったのかもしれん。ええ、そうな。知らんけど。俺にはないって言ってるよ。千葉銀はまあ、ギャンブラーってのは、ちょっとお前絶対、あれだろ、普通に。千葉銀の家系とは知らんよ。普通に言ったら。何千万もつい込んでんのって。ほらほら。何千万もあるわけねえだろ。ほらほらほら、絶対ほら。
アコム行ってそう。行って、いや、わかんないけど、いつ間違えてるかもしんないけど。いつかね、俺らね、なんかわかんないよ。ちょっと、おい、残こう。おい、大島、カイド、ちょっとこれ、印鑑押してくんねえか、ここに入れて。保証人ね、ちょ、俺船乗るからさ。俺船乗ってくるから。いや、船乗るの多分俺らだよ、保証人だった。保証人になった時は俺らだよ。星の奪い合いになるぞ、お前ら、ほんとに。千葉ギアその後消えて。ねえ。アコムバンド、プロミスかな。連帯保証人。親父には絶対そういうのは絶対 やめろとは俺は昔から言ってる。怖いね。お前バカだから、そうだな。絶対やんないよね。絶対やんないわよ、ほんとに。連帯保証人は絶対親父から昔から俺。絶対怖い。昔からやってっからこれ、連帯保証人だけは絶対なるだよって、うちの親父になったことあんのかなぐらいな、まあね、それでさ、いやなんかそんなぐらい言ってくるから経験者みたいな、ね、カイジ出てました、そうカイジもそうじゃん、連帯保証人で初めな、ね、エスポワルゴ乗るエスポワルゴ乗るしね、あんな感じでさ、だからさ千葉に消えちゃうほらにいいか俺が一回おさんでねどっか行っちゃうかもしれないね、俺ら二人で。S4 あるぞ。お前ら信用ないから保証になれない。どういうことだ、お前。人じゃ闇を。まあ、それでいいけど。親父もいろいろ経験してるけど。いや、親父はいろいろ経験して、いや、いろいろ経験してると思うわ。ほんと、あいつも言って。一番親父になって。人志の親父は絶対、お人志さんどうしたよって、いや、いろいろ経験してる親父は、マジで、うん。コンビニの怖いんだよ、気をつけて。カイジ面白い。カイジ面白いな。カイジ今つまんねえじゃねえかよ、もう。いや、最近の、うん、最近のカイジ、わかんない。読んでないよな。うん、またマーキーさん見たいけど、コンビニの後輩には気をつけて、だからそれか。コンビニの後輩。それ、カイジの話だからね。うん、ね牛島くんも見てみやってったよだ。まあ、あれ見たら絶対シャッピーしてもらう。もろそうだわ。もろそうってなること。ものお前がつまんでた。さらばするぞ、はい。おやすみなさいってこと。あ、なんか何なんか寝るの、魔女宅前に寝るの。寝る、寝ないでしょ。もう寝るはないでしょよ。ね、いや、だってさらばす、おかしいだろ、なんでさらばするんだよ、どこにさらばするんだ、久々よ、これ、あ、久々でもねえけど、最近配信やっぱいっぱいしてるわ、仮の船。まあ、最近はね、あ、うん、そうそう、お正月何したのってないわ、何したんだっけ、何したの、いや、わかんない、俺普通に、いや、けどずっと家にいたよ、マジで。俺もずっと家にいた。うん。何もやってない。うん、何もやってない、ずっとグダグダしてる。うん、っていうか、もう作曲は順調は順調でしょ、ね、作曲はね、してますよ、そうさ、さ、むしろ作曲とか、してます。ネオニーまたさ、レンタル所で500万ぶったけ、ぶっかけたけど300万しか返ってこなかったって今なんかレッスンあったけどさ。リアルなレッスン、ね。やばいね。リア、これ、こういうのリアルだと思うよ。ほんとに。怖い。あ、300万に値切ったことはある。500万かぶったけど300万に値切れんの？だって怖い人でしょ？怖い人じゃないの？相手って。それ値切れるもんなの？値切れるってどういうこと？保証人だからうんたらかんたらって言ったらってこと？なんか、ね、破産法、なんか破産法、自己破産、自己破産とか、もうそこまで行っちゃうっていう例は、なんかさ、ネットで聞いたことは、見たことあるけどさ、値切るってどういうことだよ。よくわかんないよ、よくわかんない。ワイ、ね、ブラックリスト入りて。なに、あ、その、あ、いや、アコムとかからってこと、あ、クレジットみたいな。もう牛島くんのほんと世界ってこと、怖いなぁ、それ。ブラ、もうほんと牛島くんの世界の人にブラックリストされたら、ほんとに詰められちゃう、ね。やばいやばいやばい。もうほんとに、愉快、愉快じゃねえや、うん、ね。まあ、この人にはお金貸せないみたいな感じなんじゃない、銀行とかどっかから、そう。マジで、闇金とかからだったら、もうそんなもん逃げられないじゃん。自己破産リスナー。自己破産って、あれさ、俺もちょっと完全に知ってるわけじゃないんだけど、あれすごいよな。なんでよくわかんないんだよ、俺も完全にわかるわけじゃん。怖いリスナーをなって。いや、完全にわかってるわけじゃないんだけど、自己破産ってすごい技だよな。だって、チャラにできるでしょ、軽く、軽く。ゼロにできるでしょ。もう、な、ぜ、もう言ったら、もうさ、もう俺は何もいらねえみたいな人生を送ってるやつってさ、言ったらもう資産なんかないわけじゃん。ないね。なくても、それで金借りまくって、ね、銀行からでも金借りまくって、FX とかさ、あんじゃん、ああいうのに、もう、でもお金返せない。もう自己破産したらもうチャラ。的にはね。うん、なんか、あ、そういう闇金はあかん。ペナルティはあるよ。ひどいこと。ペナルティがあるらしいね。なんか、なんかもう。カード作れないとか？あ、そうそうそう。いや、それはそんなレベルじゃないと思う。もっとあると思う、確か。旅行会社、保険証とか使えなくなる。あ、そうなんだ。うわ、保険証使えなくなる。でもなんか、いろいろなんかそう、自己破産したら次が信用ないでしょ。なんかそう、なんかいろんなペナルティがあるって。一回は使える。でも、でもさ、すごいよな。でもそれにしてもすごくない？ね。三、だって、三兆円とかさ、まあ、そんなのまだ借りくれるわけないけど、三億円、三億円ぐらいだったらわかんない。はいはい、ね、借りれるかしんねえけど、三億円をね、それで実はマイナス借金さ、はいはいはい、3億とかになって、それをチャラにできるってことだろう。すごい必殺技だよな。自己破産も金かかる。え、あ、自己破産も金かかるの？
それだって金ねえの。資産もないんだよ、自己破産する人って。保証書使えないよ。だってさ、資産もないわけ。な、みもそんなもんさ、あのこういう柄、こういうもの、売るもの、売るものもさ。ね。こう差し押さえる。いくら借金やったら返すの。うっせえ。そう、てか、人生ゲーム。テルミクラブやんけってなって、テルミクラブってな、あいつらみんな帰ってきたのか、日本に帰ってこれたのか、俺はあれ続報聞いてないぞ。いまだにエジプトとかに取り残されてる人とかいるのか、あれちょっとなんか心配だよね、マジで。テルミクラブの被害者はほんとかわいそうだと思う。iPhone 買えない、自己破産、iPhone 買え、差し押さえだなって、差し押さえするもんがないだろ、そんな自己破産したやつなんてさ、新曲自己破産。いや、差し押さえするもんがない、ない。自己破産したら財産なくなるよって言うよ。財産だって、だから、元がないから、借りた時点でないやつが自己破産できるんじゃないの？あれひどいよね、テルミクラブは。ほんとひどい、あれ。あれはほんとにひどい。あれほんと、あれこそよく社長とかさ、あれね、被害者に、日本に帰ってきたらほんとね、あんなぶっ飛ばされたり、ぶっ殺されたりしないのかなって、もうレベルで、あれは。自己破産ずるい。帰ってきてない人いたりしてないか。だから、なんかわかんない。大丈夫なのあれ、マジで。わかんないけど、みゆちゃん。計画的自己破産は資産隠すよ。ああ、なるほどね。計画的な人もね、頭使ってね。やっぱね、いるんだね。でもそういう、すごいね。なんかそういうことができる人って。楽しいよ。いや、もうとんでもないよね。自己破産ずるい。怖い怖い。何か、まあ、財産って家とか、まあ家とそう、家とか、まあ、車でも何でもいいんだけど。タバコ食ったノークラブ、モノコインもそうなる。計画倒産、自己破産でしょ。こんな場合なら刺されそう。ああ、なんかまあそういうのありそうやね。トヨタ商事みたいななりそうだよな、あれな。本当にな、そんなもん書いてたらな。生活保護に頼る。生活保護に頼る。生活保護とかもそれでもらえるわけ？それ。生活保護ってちゃんとだってさ、あのさ、身体的な障、なんか障害がないとさ、ね、もらえないんじゃん。でもそれでもさ、やっぱさ、あのさ、なんかごちゃんとか見るとさ、なんかさまやさ、すれたってさ、入足とかでもさ、忘れたってさ、なんかもらってるようなやついるけどな、あれ本当にもらえてんの？あれって。ガバガバやん。ガバガバやんな。そうそう。あれ本当にさ、ガバガバ、な、あれちょっとなかなかね、許せねえよ。収入なければもらえるよ。すまん。世話総合受けてる人いるのって何か。どういうこと？いや、世の中に受けてるやついっぱいいるだろ。俺らの税金からだよ。俺らの税金から来てる。俺じゃないよ。俺らの税金、もらえる。生活総合方向は、なるほどね。生活総合は働けないんだよ。働け、生活保護適当、あ、そうなんだ、へぇ。そんな簡単にもらえちゃうもんなんだ。あれ、毎月16万もらって、お前もらってんだ、生活保護。毎月16万もらってんの。あ、でもまあ、そんぐらいだよ、確かね。16万もらってんの。おい、マジかよ。でもまあ、わかんない。俺、生活保護の、生活保護のなんか全部知んないから、なんかどういう、それもペナルティとかあるんじゃないの。冗談じゃないよ、まったく。それはそれでペナルティって当然あるんですねえ、なんか、むしろペナルティ起こしてますよ。すげえな、超いいじゃん。それは働いてる人たちからしたらな。なもんだ、そうだよ。耐えてる俺より多いな。まあ、だから、それは生活総合ってやっぱそういう批判も多いわけじゃないですか。本当に、税金返せとか。もらえない人だったらいいよ。俺の給料、だから、まあ、それはさ、ね、それだって、なんかね、みんながみんなじゃないけどさ、やっぱそういう、我が中にもいるのかな、やっぱそのね、そのね、別にもらうに値しないようなやつまでもらってるみたいな。そんな、だから日本は税金返せ。ああ、いやまあ。なんか、それで、だからね、なんかネットとか入足とかさ、そういうせいだった時、俺見たのは、なんかさ、金を与えるんじゃなくて、フードスタンプ与えろと。フードスタンプっていうと、はいはい、食べ物。なんか、そのスタンプ。食い物、ね。食い物、はいはいはい。そう、金じゃなくて、そうそう、なんか、フードスタンプみたいの与えろとっていう意見が。食べれれば生きていけるろってね。16万って合う6。本当だよ。金杯、いっぱいある。金杯ってもらって、金杯ってそんなことあいつ稼いでるからな、もうあいつよ。今、クワッチとかさ、あんな、ニコナとかでも。あれだぜ、切符手錠？うん。ねえ。自分の給料あげる。モノ君生活総合。アメリカ的なやつ。納めなきゃいけないとかないのかな。まあ、わからん。俺も全部知ってるわけじゃないから。俺もノンポリみたいな感じだから、もう何つけても浅いから。どうやったら生活保護もらう？知らねえよ。いや、だから、わかんない。なんか身体的なとことか。障害でしょがある方とか。働くに精神的なものもけど。あるでしょ精神的なものも確か適用されるんだっけ、うん、あれって。働くに値しない人たちもあるでしょ。だから、本当に、働くに値しないって。
破壊しないって言い方もある。言い方悪いけど。働けない。現物支給でって、そういうなんか意見がなんかやっぱ出てきてるよね。もらおうとするなんてしてねえよ、バカ野郎。なんか、その、金を与えるんだったら現物支給でおにぎりとかみたいなさ。あるよ。精神疾患でも生活保護。精神疾患でも。うん。だからそこもなんか、のこ対象やって。俺はまだこうやってしたからさ、普通にまあ喋れてんじゃん。喋れてるし。喋れてるし。バイトもできてるわけじゃん。のこも大丈夫って。バイトもできてるわけじゃん。ね。そんな別に俺、そういうのさ、波がさ、そんなかちょっとさ、ね、あのさ、たまにそういうのがあったとしてもさ、うん、自主的なもんだろ。働くと迷惑かけるってのは、レジとか俺だってさ、たまにさ、ね、お客さんに怒られたら絶対今でもすると思うけどさ、それで何、生活ももらうわけ？もらうわけないじゃん。もらえねえよ。ちょっと見てみよう。ギリアでって、そんなことない。また始まる。なんか良かったってね。バイトしてんだよ。残りバイトしてたんで、してたよ。バイトしてた時あるよ、俺だって。のこより軽い人でもらってるよ。だから、それはあれだろうって、もらうに値しねえやつが。だから、なんかそういう。こういうやつが、だから何にしてんだって。あれだ、教習所でも自動車免許の免許センター、はいはいはい、教習所でも、あの、場所ではさ、俺もさ、あの、2ちゃんでもすでみたい場所によって、あの、イージーなとこあるらしいんだよ。優しく反抗してくれる人ね。反抗か。反抗どこに押すのか分かんないけど、その急になんか免許証くれる、はい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 。そうそう。そういうのがあるのかな、窓口が。優しい窓口が。焦ったやバイトしてんのかと思った。今してない、俺は、ね。いい例えだ。バイト、強制探さない。そうな、不正受給じゃねえかってなよ。不正受給なのか。けど、その窓口はけど、ちゃんと認めたわけでしょ、うん、そいつもいけないよね。そうだよ。おかしい。しっかりしろやそれやってるやつって誰公務員正解わかんねえ、ちょ、俺も。生活保護で猫飼ってる。ダメに決まってんなら飼うな、バーロン。一番好きなバイトは、あの、バンドスタジオです。バンドスタジオは本当にバンドマンってみんなね、優しいからね、本当に。客がうざくないと思う、とりあえず。バンドスタジオは一番良かった。世の中差別ばっかり。真面目が損する。福祉かな。差別ばかり。そういう人、田舎とかガバガバそう。ようわからんな。もも君。一緒に抜け穴。抜け穴ありまくりって。まあまあ、実際そうなんだろうね。世の中いろんなことがね、抜け穴あるっていうのは言うからね。そういう世界のね、この世界いろんなことが、絶対ずる、ざる。ああ、公務員な。なるほどね。猫は飼うな。モノ君、バイトドア。絶対ダメ。猫なんか絶対養えねえから、お前。冗談じゃないよ。ね、生活保護で猫なんか飼うんだよ、バカ野郎。猫は飼いそうだよ。生活保護で、ね、猫とか飼えるわけでしょ。ダメでしょ。ダメ。毎月16万もらったとしても、そんな。ダメ。猫なんか飼う資格ないよ。猫は子供なんだから。わかんない。飼うってか。ダメ。でも飼ってる人はいるんじゃないの？猫はかわいそう。まあ、わかんない。俺、その人の環境がわかんないからな、俺、実態が。その生活保護を受けてる人の。その、不正受給してるやつはもう問題、論外にして。論外だね。本当に、その、なんかね、その、障害ある人で、うん、そうだね。そういうものをね、生活保護をもらってる人の実態はわかんない。見えねえからさ、ね。うん。どういうところで暮らしてるとかさ。うん、猫は、まあ、確かに。絶対ダメ。でも、関係はわかんないじゃん。その人だって、生活保護もらってるぐらいだから、そういうさ、付き添いの人とか一緒に住んでるんじゃないだろ、ね、そういう人だけ住んでるわけじゃないんじゃないの、さすがに。精神障害ある人でも。ね、誰か、なんかいるんじゃない、その、なんか保護者みたいな。保護者みたいな。わからんが。いたらあれだけど、ね。猫を飼うな。猫は家族や。猫は家族だよ。で、親戚おったら無理やろ。家できる仕事今後増えんじゃねえかな。自分の飯選って猫食べさせてるならいいじゃん。うん、なるほどね。ダメだよ、ダメダメおじさんだね、もう。ダメだよ。猫はちゃんと自分で働いて、養ってあげるんだよって。猫は、うん。子供なんだから。息子みたいなもんだから、息子娘。うん。猫は大体そんなこと思わねえけどな。いいんだよ、思わなくてもね。猫はありだよ、別に。いや、猫はありだよ、別にって意見もあるよ。まあいろんな意見あると思うけどね。いろんな意見あるけどね、ここはね。いや、こういうのはね、討論だから。真剣10代喋り場みたいにまたなるけど。そういう感じだから。自分の意見をどんどん言ってきたらいい。そうだね。猫飼いたい。モノ君一人暮らしじゃん。モノさん仕事してんのって。子供に。モノ君は猫、愛猫、猫愛すごいの。こいつだってさ、実家帰ってたからさ、あのさ、モップみてえなさ、名前のさ、ね、犬頃にさ、ワンコね。そう、それでもさっきのさ、配信側でさ、猫はやっぱよかったとかなんか干されてんだぜ、こいつ。もう可愛いよね。いや、お前何が猫愛だよ、バカ。犬に愛を注げないやつが、お前猫に愛注げんのがバカ。ワンコに犬じゃなくて、本当にわかるけど、そうだね。うん。
朝生、モノ君は友達だもん、俺、犬と友達。ダニカってやつ。モップ、犬に謝れ。好きだよ。犬に謝れ。いやいや、いや、やってるもん。うん、いやいや、そうよ。うん。猫も税金払えよ。猫は、猫はいいんだって税金払わなくて。わかんねえ、ね、わかんねえ。だって、我が国に住んでるからね、猫もな。犬も猫も。虫も。そうだな。神羅万象の者たちよ。お前たちも。世界が広がったな。でも猫とかは、猫コインとか、もうな、例えば何で払えばいいんだよって話になるわけじゃないですか。うんね、猫の通貨は何で払えばいいんだにゃって、うん、なるわけ。かわいいね。猫も買う。いいね、うん。何や、もうお前払わなくていいんだよって、ね、もう。でも犬ぜって。犬ぜ、猫に、だから猫に税金はかかんなくても、猫を飼ってるやつが、犬を飼ってるやつとか、ね、亀を飼ってる、飼ってるやつ、ね、とかに、その飼ってる人間に税金が発生するっていう、そうだよ。こと猫、なんかその猫税っていう。なんで猫税よくわからんけど、イケメン税みたいな、そういう感じのこともたまに聞いたこと、聞くけどさ、ネットでさ、イケメンに対してはさ、税金かけるって、あとね、まあ、ルックスがいいやつはね、男女関係なくね、あそれだけでとこいつら得してるんだから、俺みたいなな。病院費がね、安くなったらいいけどね。猫税で、猫税で、うんうん。何言ってんだってないよ。ダニ税によってね。イケメン、そうそう、イケメンは得する。ルックスは好みだろ。それは好みだと思うけどさ。イケメン税には賛成しますってなんかネットで多いよね、本当にね。イケメン税っていうか、ね、リア充税っていうかなんかさ、あのね、ルックスが良いやつ、誰が決めるねん。ああ、確かに、ね。猫損もするのに、ルックスは税金払え。いや、それは。俺じゃ、俺いくら払う？俺絶対結構払った方がいい。僕結構払いますか？100万円ぐらい払った方がいいよ。なるほど、100万円。高すぎだろ。毎月。毎月。毎年、うん。毎年100万でも。人生変わったんで、お前一番イケメン部類なんだから。毎年100万でもかなり、ね。そうだよ。半端ないよ。健康保険よりも半端ないよ。延長しますか？延長しましょう。ちょっと5分前。母ちゃん CD やすりさって、それは俺も何回も見たことあるから。ね、なんかね、ブックオフとかにさ、ね、カゴの中に。あ、カゴじゃねえわ。ちゃんと申請かまってちゃう。あ、ないわ。死って。何だ死って。いや、だから死。申請かまっちゃうの。ね、本棚のやつも作ってくれないの。申請かまってちゃんとか。はいはいはい、はい。大体死の、死って書いてある。死の欄にある。はいはい。つたやさんとかもそうなんだよ。けど、つたやさんはけど申請かまっちゃう。死の欄ね。そうそうそう。そう。ね。ブックオフとかは絶対に死の欄、うん。なるほどね。つたやさんはけど申請かまっちゃうあるよ。ないよな。ブックオフ。いや、CD 屋さんとかはあるよ。申請かまっちゃう。作業、そうです、作業ね。申請かまっちゃう、つたやさん。いや、ブックオフとかだと、死の欄。死の欄にあります。ね、アゴ勢とハゲ勢とかひどいよな。意味わかんねえの。こういうの、本当にね、適用されたら、もうそれこそもうこの世界、もう、週末だぜ。喜ぶけどね、別に。お前喜ぶの？アゴ勢。アゴ勢別に。お前が払うんだよ。あ、俺払うのか。お前が払うんだよ。お前、何喜んでるの？お前、アゴ勢、ハゲ勢ってだから、お前が払うんだよ。あ、そうか、ダメダメ。なんで喜んでるの？保証してくれんならいいよ。別にいいけどねって。いや、どういうことお前。その分保証してくれんならいいよ。アゴするの。なんかね。週末やら、払って。いや、アゴ手や。アゴでや。だからさ、お前、その身体的なものはいかんって、だから。無理だって。ね、お前ら。まだ無理だって。俺らに対して言っていい、うん。俺らに対して別に言っていいけど、やっぱね。本当にね。ダメだよ。ダメだよ。やっぱそういう差別ってそこら辺は初めに戻るけど。本当に良くないよ。ああ、俺らに対しては言っていいけどよ。いや、もらうんや。あ、もらおう。あ、なるほどね。もらおうというね。もらおうだったら、それはいい、いい。それはもう、それは確かに、もう俺、ハゲ勢、大島も適用か。いや、まあ、さっき言ってきて、もらうんだったらよくね。全然いいよね。うん、マジで。全然いいよ。あ、それはもらいたいね、本当に。ね。逆にもらいたいね。うん、毎日ね。保険、顎保険。ください、ほんと。顎保険って何ですか顎ってやってってどういうことそうね。顎は両方。はい。顎と。はい。ね。いや、シャンプーだから。出てはいないけどね、この人。あのさ、別に顎なんか誰でも出てるだろうな、もんや。いや、そんな、あなた出てないよ、そんな。顎なんか出てるとき出てるだろうな、もんや。うるせえんだよ。なあ。顎なんか出るとき出るだろう。まあ、出るときは。誰でも。なあ。尖ってるから。何尖ってるかって。シャンプーでしょ何や、意味わかんない。何でもありかって。意味がある。そうだよ。
だもらえるっていう方ってそんなある？なんか税金逆にもらえるって。まあ、その、あ、まあ、手当か。あご手当。手当ね。あご手当。ハゲ手当。意味わかんない。なんだよ、あご。ね。ほんとだよ。ハゲ手当申請したいんですけど。いっぱいいるよ。あの、いっぱいいるね。ね。あの、うん、なんか役所行ってさ、ハゲて、ハゲた時にさ。そうだよ。もうなんか切ないよね。切ないよ。あごりや、お前、あごなんかまだ、お前、あご手当なんてまだいいよ、お前。よくない。あご手当なんかまだよくね。ハゲてみて、認めや、認めるけどさ、ハゲた時には。顎なんかまだいいわ、お前。顎手当て、お前よろしくお願いします。お前、ハゲの方が悲惨だぜ、お前。隠してるだろ、別にお前。役所行って、お前、公務員に、お前、公務員に、お前、こいつマジでハゲ取らな、みたいにさ。こいつだって顎出てるわって、もう隠しようがないんだぜ、顎。いやいや、でもまあ、まあ、お前からしたら損はしんねえけど、ハゲの方が悲惨じゃん、ほんとに。なんことないよ、お前。顎なんて直しようがないんだ、お前。顎削んなきゃいけないんだろ、俺。どこかって言われたから。自己申告きついわ。自己申告。何でもきついわ。まあまあ、手当てもらうためには、やっぱちゃんと役所行かないといけない。ね、すいません、顎出てるんですけど。これ身分証明書で。俺、ね、写真ちょっと、あの、まだ更新、免許更新してないんで、この時はまだ髪ちょっと生えてるんですけど。次の免許更新の時は、ハゲた写真を、なるので。いや、きついよ。一体しないといけない。ハゲとか審査基準わからん。いや、もう、やめろ、もう。こんなありあるわけないだよ。審査基準ってもう、ツルピカハゲ丸くんになったら、もう、ツルピカになったらじゃないの。ねえ、なんか今、いないよ。いろいろ笑いのネタみたいって、いや、別に、いろいろハゲだってお前、こんなもん、ほんと、みんな気をつくぜ。女ハゲです。いや、もう女性なんか特に傷つくだろ。いやー、一番傷つくでしょ。うん、マジで。一番髪はね、女性の命って言われてんだから、ね。お前ら、俺にハゲハゲ言ってっけど、お前さ、お前ちょっとそういう、なんかわかんねえ。あのね、貫通して、あの、マジでハゲリスク、ね、ハゲてるさ。遠回しにそうだよ。あの、方々が傷ついてるかもしれないだろ。逆に傷ついてるよ。俺にハゲ、あんまハゲハゲコメントすんなよ。本当によ。本当に。ネットってハゲは世間的に笑われてるじゃん。本当ネットってひでんだよ、本当に。もうね、だから自分にはないものね。ネットってマジでハゲに対する扱いひどい。本当にまたハゲの話、まあ、あ、髪の話してるとかさ。いやでもまあなんか、あれほんとひどいよ。おい、ハゲって何なんでお前らハゲだけさ、すげえさ、あのさ、バカにすんの？なんなの？すごいハゲって一番さ、バカにされるよな。なんかそんな気すんだけど、これ俺のなんか、あ、被害、なんかね、うん。いや、でも、強い人多い。どこが一番、強い人が多い。精神的に強い人が多い。でも、ふさふさではなくないかってないか。うん、まだ普通、逆。俺なんかまだふさふさの方だろ。ふさふさの方じゃないけど。言いたくなるワード。まだ髪の毛あるだろ、俺なんて。言いたくなるワード、このハゲ。言いたく、勝手だよね。いや、なんか、ね、さっきまでこいつらさ、絶対さ、ハマちゃんの話した時はさ、黒人差別はいかんよなとかさ、ね、お前ら、そうそう、黒人差別はいかんよ、買い込んだやつがさ、絶対さ、ハゲは全然買い込んでんだぜ。あれ？なんなんだよ。ハゲだったらいいみたいな感じ。なんでそれ？それ、なんなの？そこら辺って。ほんとさ、適当だよな。いや、違う、これはお前らだけじゃないんだよ。じゃあ、これお前らだけじゃないんだよ。世の中のやつなんだよ。な。これ世の中の、そこ全世界のやつだと。ハゲだったら別にいいでしょみたいな感じ。そうそうそう。そういや、まあ、ハゲじゃなくてもさ、顎でも何でもいいんだけどさ、チビでも。チビでもね。な。うん。ハゲ愛されてるんだ。チビはしないんだから。いや、でもこれハゲだって、いや、気づく人、マジで気づく人いるだろ。本当に気づくと思う。うん。うるせえわけ。はい。俺は別にもう慣れたからいいけどさ、初めはやっぱ、なんか、ねえ、だって俺ってさ、俺ネットで言われ、だって俺小学生の頃から言われてたで、俺小学生の頃はほんと気づいたからね。小学生から言われてた？言われてよ。小学生の頃。そんななんて要素なかったでしょ？チビハゲ。俺サルチビって言われた。あの、小学生の頃は。まあ、あでもハゲとは言われてよ、俺。小学生の頃から。そんなだって言われる。どこすげえ後ろから前髪持ってきてるよって、お前ほんとね、呪われるよ大島家に。俺の、はい、背後の死んだおじいちゃんに、あの、この話終わった後、お前家に、あの、行ってって言うからな。呪われろ。ほんとに。ほんとひどいコメントだよ。むしられないんだよ、髪の毛。ほんとひどいコメントだよ、今。全部むしられないんだよ。後ろから前に持ってきてるよね、とかさ。前でね。マジで無視られたらいいんだ、ほんとに。何それ、うん、それが本当だとしても、その努力をさ、なんかさ、受け入れてくれよ、ね、なあ、頑張ってるなって、うん、なあ、今のはひどいよ、ほんとに。マジ無視られたらいいんだよ、お前、頭。ほんとに。無視られたら、俺のハゲたじいちゃんに。あ、じいちゃんもハゲてる。大島家の、だってうちの親父もハゲてるし、じいちゃんはもう連れてきやがったもん。うちのツルピカ一族にお前、むしられろ、マジ、ほんとによ。ほんとにね。大島家の主、ほんとに。はい。
いや、ほんとそうだよ、マジで。いや、頑張ってんのって、だから、頑張ってない。いや、無意識だよ、そんなもんは。頑張ってたとしても。知らないよ。知らないよ。俺は知らないんだ。ほんとに。もんな、ね、意識的にこんなことやってねえ。後ろから髪の毛を持ってくるとか、そんな発想、お前、どこの天才なんだよ。エジソンか。そんなお前、1% のひらめきを、俺はそんなことできない。ゲノ戦記、どこが映画館で死んだやつやるよ、来週。あ、来週ゲノ戦記。ハゲてもいいじゃん、ハゲのたっけ。泣いてんのかってうるせえよ。そんなこと、俺がひらめくわけねえだろ。なあ、マジでさ。もう別に。全然やっとけるなんて。すげえ。僕の前は派手だ。ほら、歯がないとかね。お前ら、いろいろ。いやー、ありがとうな。見てくれてるな。まあ、ほら、見てくれてるから、こういうコメントがあるんだな。そうだね、常に違うところをチェックしてんだよ。普通気づかねえよ。普通気づかねえ。今日の残さんはって、あれだよ。今日ののぼさんの会話とちょっと後ろの髪こっちにやこんなんなってない。なんなんだよ、それって。本人は全く意識してないんですよ。意識してないに決まってる決まってるあ、どうなんだ HG。ちょっとあれだけど。気持ち悪いハゲではない。あ、でも俺ハゲたらハゲて、ノコハゲすぎ。でも俺ハゲたらハゲたらかっこいいハゲにはなる自信あるから。あ、ブルース・ウィルスみたいな。まあ俺も前だけ見たことあるじゃん、俺ポーズさ。あ、そうだね。うん。俺ポーズ姿かっこよかったもん。ブルース・ウィルスみたいな感じになんじゃない？ブルース・ウィルスみたいな感じになんじゃない？しかやってないか。いや、なりますよ。けど本当に俺はかっこいい。ハゲてもかっこいいハゲになりますよ。ね。親父に似たんやな。いや、親父って別にかっこいいじゃん。親父さん、顔いい。マジでイケメンだからね。うん、まあ。親父みたいな。マジでイケメンだよ。あれはつるっかなともね、かっこいいの。ライブで汗かくとハゲてる。まあ。まあまあ、ね、竹内さんのライブ動画とかでね、まあ、確かにね、あ、俺は、それけど昔からだろうが、なもんや。なもんそれ昔からだろう。顔がいいから、もう顔は全てなんだな、まったく世の中。本当に。しょうがねえよ、本当にもう。ブルース、ウィルスな。ブルース、ウィルスね。ブルース、ウィルスな。ウィルスだ、ルだよ。イケメンを七三にしちゃおう。ハゲ役だもんね。まあ、いや俺はハゲるよ。頭バンダ、いや、ハゲるよ。大丈夫だろ。いいんだよ。お前らって俺ハゲるかもしんないけど、お前らでね、お前らなりのなんか、出てくるよ。いろんなね。なんか、あ、そうだよ。いけ、おいだよ。おいが、おい、おいることによってよ。おいおい、そう。な。腹も出るし。な。ね。腹も歩けなくなるし。歩けなくなる。まあまあ、わかんないけど。それは笑いね。うん。でもまあ、なのかね。うん。イケメンのケット、ライブだとハゲが際立ってる。いや、いいんだよ。そんなもん気にしないぐらい僕は本気なんだ。もうそんなもんは、ハゲても何でもいいよ。で、ライブ中に。俺はそんぐらいね、千葉銀やばそうだけど、あいつもハゲそうなの。大島ウィルス。まあそうだね。いや、全然、全く始まってけども。ちょ、いや、どんなのこで話題変えてよ。お前、俺の心の叫びを代弁してくれてありがとう。いつまでもハゲハゲ言ってんじゃねえよ。お前ら盛り上がんな、こういうな話はな、ほんとにな。人をバカにすることに対してはものすごい盛り上がるよな、お前ら生しで。いいよ、別に俺だったら。別にハゲはほんとに何回も言うけど、俺は全然ほんと気づかないから。ハゲはもう愛だと思ってるから。うん。ハゲの話はもういい。いや、もういいだろ。もう飽きたろ。うん。別に俺ハゲって言ってもいい。でももう飽きたろ。もうさすがに。もういいだろ。石田純一、似てるね。前髪切れよ。あ、子供リスナー多いから。ハゲいじり好きだな、みんなって。昔からだろ、そんなもんよ。前髪ね、おでこ、ハゲネタ面白いよ。はい、ほんと呪われる、お前。ね。もういい。いやいや、最近、その話題いらん。最近、あれ、ものすごい寒くないですか？ね。おでこやべえ。最近すごく寒いですよね。最近寒すぎてやばいんですけども。今年超寒いのかい？呪ってやる。はい。何時までやるわかんない。寒い。ね。ものすごい寒いよね。本当にハゲてきたんだろ、うるせえや。今年、ハゲるな。寒いですね。今年。はい。今年本当に寒い。じゃあ、今年本当に寒いよな、けど、マジで。寒い。マジで。
あと感想めっちゃしてるよね。やっぱさ、いやもうそういうコメント読むともうまたなるからもういいや。はい。普通に、なんか感想もすごいよね。静電気とかめっちゃやばいよ。俺とかなんかみんな、俺に触れたらみんなバチってなるよ。バチバチ。バチバチやる。ね、こう、帽子かぶって、が裸だったんじゃってどういうことや。頭皮寒そう、喉乾く、頭さ、まあ、お肌。だって雪だよ。顔、てか、そう、俺さ、だから、目くそ鼻くそがすごくて、起きた時、乾燥パないね、そう。乾燥やばくない？俺、朝起きないんだけど、最近夕方とか起きた時に、まあ、とりあえず起きた時、目くそ鼻くそやばいんだけど、目くそ鼻くそがマジで。目、ドライブ、目が、もう、カピカピ。目の水分全くなし。いや、これほんと、お前らもそうじゃない？違う？アレルギーや、違う。いや、ドライアイ、嘘なんない。目カピカピ、俺すぐ目薬するもん。いや、マジ。え、乾燥か、いや、アレルギーじゃん、乾燥だよ。ドライアイよって何が。え、ドライアイなのかな？え、ドライアイもあんのかわかんない。俺ドライアイ、嘘なの？カズキは。マスクしなさいよ。マスクしなさいよって、マスクなんかしたまま寝んの？お前、死んじゃう、窒息しちゃうだろ。ドライアイかもだね、マジか。ネットの未遂かな、やっぱ視力も落ちてるし。加湿したら。いや、まあ、加湿したらって、俺の寝室には加湿器持ってってない加湿器あるけどさ、ここにしか置いてないからか、なんかね、いちいちコンセント抜くのめんどくせえじゃん。コンセント、コンセント抜くのがめんどくさいんだよ。そのめんどくさくは、お前らもわかるだろ。お前らもわかるだろ、そのね、そう、それをやるためにはものすごい試練があるだろ。そのコンセントを抜いて、こっから、ね、数メーター先のさ、わかるでしょ、これ。なんでだって、これわかる。なことはない。嘘、わかる人わかる。もう一台買え。まあ、確かに。いや、わかる。これわかるでしょ。これわかる人わかると思うよ。もう一台買え。マスクマジ良いよ。いや、マスクとか、まあいいらしいね。確かにね。喉の、けど、喉は、俺、けど目がカピカピに、あと、なんか鼻くそが、なんか俺、鼻炎持ちだからさ。そう、すげえ。硬いってこと？そう、硬ってえのが、なんか。鼻水じゃないんだ。鼻水じゃないんです。もうだから。なるほど。そう、鼻炎持ちだからさ。まあ、めんどくさいよね、だから。寝室に置けば、掃除してんの、加湿器やらないならくれて。いや、いるよな、もう。プラズマクラスターじゃありません。なんでやねん、美顔器。濡れマスクしないって何か、まあ、口はいいんだ。口はカピカピしないよ、俺は。鼻ね。鼻止めね。そう。口はなんかうるうるしてる。なんか知らずかしない。口はカピカピしてる。目と鼻の中の、はいはいはい、マスクなんかしたってお前、そんなもん、目と鼻に関係ねえじゃねえかよ。凍ったのかな？暖房消したり。もの、ね、暖房消したりとか、お前できるわけねえだろ、お前寝てんだから、こっちよ。なもん。アイマスクは、雑巾干しとけば、なんかそれもいいらしいですね。鼻マスクで。なるほど。あ、マスクを鼻までやれってことね。そういうことね。鼻、でもあるじゃん。なるほど、そういうことね。とりあえずマスク鼻までつけんだよって。いや、そんなこと言ってよ。マスクが気になって気になって眠れないんだよ。それは俺なんかやむ、そう。俺たまに何回かやったことあるんだけど、そのライブ、ツアー中とかさ、はいはいはい、ライブ前、ホテル、乾燥するから、ビジネスホテルってめっちゃ、それ、でもやっぱ気になってさ、朝起きたらさ、いや、俺これ、マスク外して、無意識に外して、邪魔だからね。ビジネスホテルめっちゃ乾燥するからさ、アマゾンに住め、おでん作れよ。なんでおでん作るんだよ。だから、おでん作ると乾燥しないって。なんで俺ね、なんで寝室に、おでん作って、お前。お湯だよ、お湯あれだよ、なんで寝る前におでん、食べて。めんどくさいだろ、お前。なんだ、わかる。耳痛い。よくある。耳痛い。はい。まあ気になる。おでんは意味が分かる。お湯沸かしておきゃいいんだべ。なんで？その間に目覚めるだろ、おでんを作ってる間に。寝てんだよ、こっちはよ。寝る前、なんで、おでん作ってベッドに持ってって、お前それで食ってさ。ね、時間かかるね。真っ暗な中で食って、おでん食って、その後。それは過失になるって。意味が分かんねえ。もっと楽な方あるだろ。だし臭くなる。そう。おでんの湿気の風呂場で、寝ろ。風呂場とか来る。風呂場で寝ろ。おかしいだろ。おい、おかしいだろ。寝心地悪すぎだろ、ほんとに。だ要はだから、お湯沸かしたやつを置けコンビニのおでんじゃん。部屋にね。煮込み作業。鍋でお湯沸かそうって、ほらね。あ、まあ、やってそう、あれを部屋でやったらいいんじゃない？あ、じゃあ、だからさ、俺さ、お前らにも言ったことあるけどさ、鍋さ、だからさ、すき焼き鍋さ、だからそれ入れて、熱して、だからそれを熱した状態で、俺さ、だからそれさ、浸水を持ってことあるよ。持ってって、で持って、俺さ、寝ぼけて落ちてさ、起きて、やばい。ションベイ行くときに、バシャー。最悪それだから俺今まで10回以上あるんだって。暑かった時もあった。うわ、最悪。10回以上あるんだって。上に置きゃいいんだよ、テーブルかなんかに。テーブルあるでしょよ。
信頼というか、僕、ああ、ね、これに、これ、向かったから、これはね、これに水溜めて、そうそう、こう、沸かして、これを寝室に置いて、ね、で、これに足入れて、バシャーってなるっていう。こんなに、あ、見事に突っ込むわけね。そう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 、起きた時に。ボケすぎだよ。起きて、覚えてないってのもすごいだよ、ほんとに。何回もすんなって。いや、忘れる。で、ないよ、お前。忘れる。ほんとかい、うん、ね、加湿器見てて。加湿器これでしょ？あ、加湿器これだよ。あの、あれでしょ？この青いだから。こっち、上の画面。加湿器見せてって何？これ今加湿器になってないけど。これですね。つけたらこうなります。ね。これけどよく電気屋さんで見るやつですね。多分。電気屋でこれよく見ない。ね。これって。めっちゃ見るでしょ？かわいいね。かわいいねって、これ、いや別にみんな見るだろ、これ。雫です。雫ミニ。うん。ね。いや、これけど、これか、かす買ってからいいな。かわいいやつやん。かわいいやつやん、そう。それだと部屋全体無理やん。部屋全体嘘。そんなことないけどね。おしゃれなだけのやつじゃん。おしゃれなだけ、あ、そうなの？わかんない、そうなの。一応俺、まあそんな高いって言ったらだけど、5000円ぐらいの、1万円とかだとね、高いからね。結構高いんだね。1万円とかもっと安い。すぐは乾かなくなる。すぐ水減らないって。あ、すぐ減る。すぐ水でいちいち取り替えないといけない。なんか、ね。ダイソンのやつ買えよ。ダイソンの加湿器ってあんの？なんかあるか。あれ、めっちゃ高えだろ、お前。あれだ、俺電気屋さんではなんかめっちゃ高かったぞ。見たことある、なんか。今湿度いくつ？ 47%、今。今47%。まあ、無難な感じですよ。ね、無難に、お金あるでしょって、いや、それはもうあれでしょ。お金あってて、お前、使うところまた、いろいろあるでしょよ、ほんとに。ダイソンは高い。諦めよう。そうなの？ダイキンじゃない？ダイソンだってあれ、ダイソンってすごいよな。掃除機が代表作なのにさ、ね、ドライヤーとか出してるからな。吸われちゃうんじゃねえのって思っちゃうよ、ドライヤーかけたのに。ダイソンのドライヤーとか。すごすぎて、顔が吸われちゃう。ダイソンのドライヤーとか、すごいよね。コメント読めよ。読んでる。読めよ、お前。待って、お前、1秒。お前、こっち来いよ。待って、2秒、1秒もさ、合間もないよ。お前らなんてさ、お前らほんと昔から思うんだけど不思議なんだけどさ、なんでお前ら俺みたいに読めないの？ちょっと待って。読めばいいじゃん、これ。5秒もなかったよ。物が米読まないから、いや、単純に言っちゃう。お前、これやってみろよ。俺の真似してみろよ。農産お金持ちはビールは多くない。ドリンクを、怖がらないで、髪が吸われる。代金って、代金、ダイソーじゃねえのか。そう、買い好きな米一回更新しろ。なんか更新した方がいいの？これ、立ち見いないよな。だって、飲んでない、シャンディガフです。って見た感じで、別にたまに返せるよ。早口になればいいだけ。ドライヤー持ってるよ。早口ができないのかな、君は。そもそも。今日はビールか。米を食べると、米を向きに、もの調子に飲んだ。モノ君は米を見るスキルが一向に成長しない。読みすぎ、米。モノ君何飲んでんの？ウイスキーです。はい。モノ子さん、早いんや。飲んでくださった。今夜は飲まない。飲んでます。はい、飲んでます。ビール割ってんのかって。シャンディーガウです。はい。滑舌。モノ君目がつぶら。それはありがとうございます。モノ君は下手すぎ。頑張れ。モノ君何言ってるの？ホフホフ。何言ってるか分からない。笑った顔うるせえ。何言ってるか分からない。これ勝つ、二人で。俺も参戦してみよう。モノ君が可愛い。モノ君好きって可愛い。モノ君真面目に読む。モノ君顔が青みたいよ。読んでる。やればできるね。組んでもらった。メモリためだ。読んでる。めっちゃ疲れてる。俺は疲れてるわ。僕、ブロー読んでる気ない。もう、バラードピーポーだ。何言ってる？諦めてないよ。わかんない話じゃん、ほんとによ。まあ、二人で読むとね。本当だよ。でも、一人だったらね、一人でも何言ってかわかんないって言ってますよ。ほくほくほく。いや、まあまあ、今、滑舌だな。これも、ちょっと滑舌的な。俺は声が通るからさ。あ、僕は通るから。声が通るから。僕は通んない、確かに。うん。モノ君はちょっとね、さすがにね、声が通んないから。通んないね。鼻から通るから。こいつらアホっぽいな。モノ君そんなに速くないよ。いやいや、そんなに速くない。なんかわかんない。ホーフなっちゃう。ワルタピーポーとかやめてんの？ワルタピーポー、早口言葉でも練習しておけ。ジュゲム、五号の水系、海岸水魚の水魚末、運魚末、訓練とかに住むのかも。ヤブラ工事のブラ工事、パイ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 。で、そこら辺まで。申し上げて、よくやってるものか。いや、まあ、けど、こんだけど、今ぐらいまでのスピードじゃなくて、二分の一でも十分。死んじゃう、俺。じゃあ、二分の一でいいよ。二分の一で、今の。過呼吸で死んじゃう。今ぐらいだったら何言ってかわかんないけど、二分の一だったらまだ大丈夫だ。ね。いや、他のメンバー、俺、そんぐらいいいと思うんだけど、シャーリンガンの。うん。ね。残さは呼吸がすごい。呼吸がすごい。ほんと？そうだよ。呼吸がすごい。疲れてんだよ、なんか呼吸器が。ほんとに。あ、いや、そういうことだ。頭悪い。え、そういうことだ。わかるな。生グミ、生米、生卵。うん。
なんか、この横目は不快だった。え、早口すごい。会話のキャッチボールしよう。野子さん、持久走すごい。すごそう。あ、僕は持久走、陸上部持久走、長距離ランナーだから。箱根駅伝だって俺出たかったよ、なんだったら。俺絶対完走できっかんな。自信あるよ、マジで。マジで。42.195キロ。いや、マジでマジで。俺自信あるよ。マジ、長距離マジで。これはほんと。千葉木は結構読むけどね。千葉木も結構読むかな、あいつな。俺一緒にやってる時、やってる時とか、あいつもっと読むよって、あいつ思うけどな。うん。物見さ、米が読めないんだよ。めったまつい。めったまつい。なんか、読めないんだよ。頭いいおかしいみたいな。さ、何キロ走るの？いや、僕は走ります。さ、箱根は最初で20キロ。あ、20キロあったら、あんま走れますよ、多分。20キロきついな。いや、俺は走る。だって9キロは陸上部。だって俺、小学生、中学生の頃9キロ走ったんだよ。あ、そうか。9キロ。中学生よ。そうそう。違う？中学生だよ。中学生の頃9キロだよ。中学生はってなんだよ、お前。法学生は？法学生？なんだ、お前。小学生は？頭おかしいのか、お前。うるさいよ。小学生は？田んぼ走ったの、違う。田んぼとか、そうそうそう。あの学校の周り、なんかね、9キロ、9キロきつい。めっちゃきつかった。すごいね。いや、9キロけど走り切ったよ。うん、俺はちゃんと。7キロはしんどい。いや、しんどいしんどい。いや、9キロも。しんどいと思うよ。7キロはしんどい。いや、でも俺はけど結構いいタイムだったよ、その時。俺、長距離ランナーだから。もうマジで。ランナーズハイになるからね。マジで。ランナーズハイ。あるんだよ、ちゃんと。走ってる。わかるけど。走ってるのに疲れなんかもうさ。おかしくなるの？体が。そう、全然、あれ？あ、浮いてる俺。そう、浮いてる俺みたいな。なんか体軽そうだもん。まあ、軽いことも多分、そう、なんかね、そこ長所になってるの。そう、だから俺、体軽いから、運動って結構できる方なんだよ。懸垂とか、プンポン、ポンポン、ポンってできる。だから俺、サスケ出てんだよ、お前。サスケ。サスケだって俺結構いけるぜ、あれ。絶対に。絶対お前、あれだよ、こういう、なんていうの？丸い。じゃあ、あれはできる。あれ、サッカーはできる。サッカーはできる。サッカーはできる。ランナーさんができる。あれはできる。俺だから、前も話ができないのは、俺が、重たいやつ。最初。重たいやつ。あ、これね。次のステージ。セカンドステージ。あれは、これができない。あれはきついね。こっちはできない。うわーって。これで多分アウトになる。サスケをバカにすんの。いや、これ出たいなーと思うけど。前はだから、激鉄のね、天野。天野さんね。天野さん、そうそう。激鉄の、そう、人出てる。そう、激鉄天野くん出てんだよね。あれやってみたいけどね。野子くんの YouTube 見て。丸太で落ちる。いや、丸太で、いや、丸太も落ちない。俺は絶対落ちる。落ちる。うん。俺けどね、あ、だから、俺、重たいの以外。セカンドステージ。重てえやつ。売名目的させて。あれは、こっちは、運転、だから、運転とかできるよ。たまにこうやって、ちょっとのやつ捕まって、ビューンってジャンプする。あれもできるっしょ、あれ。ほんとにかい。いや、俺、ほんと、いや、マジで。サスケエントリーしてみてよ。いや、俺、してみて。俺ね、なんかさ、ウェイトつけないとってないよ。いや、俺結構マジ自信はあるよ、ほんとに。で、最後のこうやって、ウェーイって登る。ね、頭おかしい。砂のね、そう、砂。砂の、まさにね、雲の糸ですよ。こうやって、うわーって。あれも俺自信ある。でも、校舎教授だからちょっとわかんないけど。上見ない、上だけ見ない。違う、サスケ、ちょっと違う。お前、俺っちサスケなんか、お前、どうやって、何をどうすんだよ、お前、こんなもんや。やってるからね、みんな鍛えてる人は。やってるからね、俺だって別に鍛えてても、うちで作んねえや、サスケのステージ。あおか。なんで俺がうちでサスケのステージを作んないといけないんだよ。じゃあエントリーしてよ。サスケ出たら売れるかもって、まあまあ、けど売名にはなりますね。売名にはなるね。やってほしいよ。宣伝しに行こう、見たいな、見たいなってなり。エントリーは確かにね、激鉄のアマンはもともと同じパイクと。そう、辺のコネでちょっとやってみてね、やりたいよ。握力どんくらいわかんない。握力なんか別にさ、最近測ってないからね。握力まあね、80ぐらいあるんじゃないかな。わかんないけど。ノク握力ある、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 ある方だと思うよ。うん。ひとし激だ。なんで激だ？あ、家で作ったらね。家で作ったら。家で何を用意できるんだ、家で。まあ、家でこういう、こういうやつ。はい。こういうやつを家で。ひとりじゃんって移動するやつと。ここからここからまで。ここら辺使って。何それ？ソファーこれ捨てて。いや、ソファー捨てて。ざけんなよ。大掛かりすぎだろ、お前。大掛かりすぎだよ。お前、それしかも。うん。なんだよ、それって。バカ運動神経僕いいですよ。運動神経めちゃくちゃ。お前、富士山足で見ただろ、俺がどんだけ身軽か。いやー、富士山おかしかったな、あなたね。お前実は俺のことに一緒に、だから一緒にね、こいつ登って下山したけど。頭おかしいと思った。頭おかしいと思ったし。いや、俺自分でもすごい方だと思う。下りが異常だもんね。下りが異常。本当に異常。本当に異常です。うん。ポリトツクールは無理する。下り化け物だもん。バスケやったんじゃない、やってねえよ。次が、ノコを倒したら違う。本当に化け物。それみんな、お前みんなお前それはあっちで得れる。亀田兄弟じゃねえか。
それ、ね、ぶっ倒したら最近ね、あのね、朝青龍のやつあった今日テンション高いね。いやもうなんか、はなんかわかんない。もう下りの方が辛いのに、下りが頭おかしいんだよ。下山で転んだ。そう、実はお前見てくれわかんないけど、めっちゃ転んだんだよ、下山。か顔面そうだったでしょ。あれはやばかった、ね。くるくるくるってひっくり返って、からかもうほんと漫画みたいに俺ひっくり返ったんだよ、あれ。こうダーってそう、ツイキャスでやった時なんだけど。いや、あれ、ほんとにめちゃくちゃ痛かったんだよ。ほんとに。顔傷だらけだったもんね。そう。下山マイスター、下山でローリングストーンしとった。そう、あれめっちゃ痛かった。頑張ってさ、喧嘩一番誰が強いの？いや、喧嘩、もう勢いで言ったら僕が強いですよ。精神力は。でも肉体で言ったらわかんない。モノックルだから。いや、肉体。でも今はわかんねえな。千葉銀か嘘。いや、あいつ別にそうでもなくね。だから別に、あれ何も運動してねえじゃん。お前まだバイトしてんじゃん。バイトまあ、漫画喫茶か。漫画喫茶でドリンクバーとか、なんかね、あのね、花粉症とか書かせたりしてんだろ。腕だけだよ。ね、手だけ、ね。泳ぎは。いや、精神力の話したらお前、結構あれだ、あいつ。まあ、千葉銀は精神力のやつはね、あそう精神面で君らね、結構いい勝負いくと思うよ。いや、そう、うん、精神面で。千葉銀ってあのさ、あまあ、この話を話したらさ、千葉銀嫌がるんだけどさ、あの、一回さ、ぶん殴られたこと、僕もされたことあるじゃん、カラオケ配信。俺が、ね、もう本当にもう血出て。3年前だね。そう、あれあったじゃん、もしもし配信で。はいはい、そう、でも、あの時の千葉銀、あいつぷっつん来たら、本当に。もうぶっつん来たらもうやばいやつ。殺しに行くからね。そう。殺しに行く。クマ。本当に。クマさんが来た。カメラに映ってないけど、この人踏んづけられたからね、思いっきり。まあ。ね。あれびっくりしたよ。だからもう、ガーンって、ね、あれはもう千葉銀じゃないんだよ。そう。クマさんだ、ね。本当に。めちゃくちゃ。あれは千葉銀じゃないんだよ。ぐちゃってやられたからね。うん。千葉銀怖え。いや、もうぶっつん来た時の千葉銀はもう千葉銀じゃない、あれは。本当に。あら、首の骨折れようがなんだろう。役者の位置じゃない。本当に。相当イラついてたの。まあまあ、あの、前、まあ、イラついてたの、あんだよ。あの、流れが。あれは。まるで首の骨折れたらね、どうなるのかっていう。レベルなくらい、ね。まあ、若干ひどい。あれはみんな引くだろ、あれは。でもまあまあ、千葉銀は、あれは俺も、あの、流れ的に悪かったの。悪いをしたもんね。違う、あれ以前に。以前にあれ以前に、そう。千葉銀うぜみたいな感じのツイートとかなんかさ。あ、そうなの？そうとしたの？千葉銀が運転してんのになんか、まあまあ、いろいろあったじゃん。覚えてるやつは覚えてるだろ。なんか、そう、なんか、千葉銀の、そから改善したんかい？なんか、そう。だから、千葉銀は、千葉銀が言うには、その、はいはい、なんか前もってな前、なんかそのね、のこもが、はいはい、大島がそういうこともあったから、はい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 、それが募って、爆発したのが、あのカラオケなんだって言ってたよ。なんか、物語風に言ってるけど。物語、でも、まあ、俺は、あおりの、あの後の中良かったよって何がいいんだよ、バカ野郎、あんなもんや。ほんとに。あの時は俺ほんとにこいつ殺そうかと思った。すげえムカついたから、実はほんとに俺も。中した瞬間。俺が悪かった。大島性格が悪いな。いや、俺も、俺はね、俺とあの時はもう中はしてたけど、ほんとに、こいつそのリスナー手前でほんとに、なんか、和ませるためにやってんのかな、みたいな。まあまあ、でもまあ、まあまあいいや。考えなくていや、違う、当時は、今はそんな思ってない。今はほんと俺が悪い。今は千葉銀が悪くない、あれは。千葉銀があんたかさ、あそこでプッツンする理由はわかるよ。うん、ああ、じゃないよ。別にこれは本当、千葉銀を擁護するわけじゃないけど、本当に。誰だって多分俺に対してそうなる。お前ら多分俺に対してそうなると思うよ。千葉銀はまだ耐えてる方だと思う。あの時は俺に対して。まあまあ、でも怖かったね。いや、ミサポの分ってどういうこと怖かったよ。嘘つき喜んだじゃんって何が。いや、喜んでるわけねえだろ、バカやろ、お前、あの時は、当時はよ。やったね、大人だったら、結果残されて、いや、お前ら多分俺のことぶん殴ってると思うな、もうよ。まあ、そんなもん。でもやりすぎじゃねってないが、誰が見ても残が悪かった。いやいや、まあ、ね、残り生きててよかった。あの時はひどかったな。なんでそんなことしたって何が。いや、なんでそんなことしたって、俺がってこと、はい、いや、俺もだからね、いろいろ、まあね、あの時は、当時はもうもっとさ、なんかいろいろ、溜まって。まあ、わかんないよ。もういろいろ、テンパったんだよ。お前とバンド一緒で無理だから。そう。千葉県、またインド行けばいいよ。口で言わない。俺くん止めよ。あれはカメラマンが悪かった。でも俺が、まあ悪かったけどさ、お前ら楽しんでたやついるだろ、こんな開国仮面が。絶対楽しんでたよ。こんな仮面が。まあお前らの中に絶対一人は確実にいるんだよ。な、ほんとにさ、大島が悪かった開国だよ。あの時は、ね、あの時はほんとに大島をやってくれたな、みたいなさ。ね、俺とお前と喧嘩とかもさ、大体俺は原因じゃん。いや、全然お前らさ、なんかさ、そう、まあ、待てやるよとか言うさ、そう、やれってことだ。待て、ね、本当にさ、手のひらくるくるくるってさ、本当になってるだろ、絶対。そういうやついるだろ、あんなもん、いや。
また喧嘩してくれよとかコメントもたまにあるじゃねえかよ、ほんとに。絶対嘘っているだろな、もうよ。ノーガール、お前は元気。いや、僕は元気。なんで大人って喧嘩するって。大人って喧嘩しますよ。まあね、だって別に、ね、これはこいつだってわかんねえもん、これから先。わかんねえよ、そんなもん。わかんないよ、これ、ほんとに。その、こいつにしろさ、あのさ、千葉銀でも美佐子さんでも。だから、バンドなんて喧嘩、いつまた喧嘩するの？でも、フラストレーション溜まってるからね。ああ、またね、酒飲みライブ、私酒飲みライブやっちゃう。それが大体喧嘩になっちゃう、ね。でも、一回やってみたいって言ってたじゃん。で、やってみたい。ね。うん、やってみたい。酒飲みライブやってみたい。喧嘩しないと思うよ、俺、多分。ああ、しないと思う。うん。お前がむしろ、まあな、なんかな、そんなか、なんか俺が絡んだとしても、まだお前が引きそうだよね、今は。引くってか、その別にあれを引くって言わない。昔はお前もさ、こうやってさ、俺が僕がうわーって悪絡みしたらさ、お前もこうやってうわーってなってた。だからさ、でも今はなんかお前それはそれでさ、別にさ、今はさ、なんかこう、やって全然違うんだよ、味方が。味方がない、ま、あ、ない。お前が悪い。俺が全然、あのなんか歴史上の人物だった。味方が変わった。違うよ。さらに、お前の絡み方を。もともとお前は俺の信者みたいなもんだったけど。お前の絡み方を別に悪いように捉えないと、多分今は。うわ。あ、勉強するわ。できるのできるけど、ちょっともう終わりすんね。もう終わりしますよ。ライブはできるじゃん。おしっこライブまでできない。お前の絡み方は多分今俺多分悪いのに取られないと思う。おしっこライブなんかできるわけねえな、お前ほんとに。お前、あの、ビレバーフェスでお前、チンコ出してお前、できんなってんだから、お前、看板。今、ほんと厳しいんだから。厳しいね。できんなってんのかな、ちょっとわかんない。でもね。関西もね、できんなってるかどうか噂になってるのもあるもんね。関西のなんか。保管とライバルズ。保管とこね。あったっけ？なんか。でも多分他にも、他にもあったと思う。有名なとことかあったでしょ？チンコは出すな。ビレバービビったり。いや、あれ俺が、いや、ハッチできん。いや、できんかもしれませんね。てか、ハッチってすごいね。ピンポイントで来たね。うん。ナンバーハッチ。うん。なんで、できんだったかもしんないよ。ナンバー、だビレバーフェスだからね。ナンバーハッチだよ。今厳しいよ、ほんとに。だから俺が証明した時には、ほんとに、もう凶悪犯罪者のような扱いを受けると思うよ。凶悪犯ね。昔はいくらでもおしっこしてもよかったんだよ。おしっこしても血を流しても。ジジアリとかね。そうそうそう。俺たちも、そう、2000、もう10年前よかったんだけど、今の時代だったら、おしっことかしたらもう、凶悪犯罪者だよ。おしりペンペンってなんてゲロ吐いてたんでしょ、ドライブで。そうそうそう。おしりペンペン、ペンペンズなんか持ってやってたろ。いろいろやってたでしょ。夏のまま出してた。松尾回ったらまだなんかよかったよ。あの時なんで出しちゃったって。あれは俺は出したんじゃない。あれはね、客席ダイブしたら客席は俺をなんか、なんか、こうやって引っ張っ、チンコ引っ張ったってか、こうやってやって、うん、で、チンコは出したまんま、出した、なんか、出てまんま、はーいってやって。俺もなんかステージ上がった後に。はーいって、手品みたいな。あの、ドラゴンボールのあのね、あの、亀仙人にドラゴンボールをブルマがあげるときの、はい、あの、あれはいいけど、あれ、ああいう、あれは嬉しいし、あれは嬉しいし、お前が出した、本当に。そんなことない。客が普通になんか、嘘で嘘。客がなんか普通になんか、俺がダイブしたときに、そうやって、逃がして。見たいがために客が、嘘つきが本当に。その曲が見えて恥ずかしくないのって恥ずかしいわけないじゃん。そんな、全くね、今だって別に見せてもいいよ。見せていいんだったら。いや、全然恥ずかしくない。本当に。マジで。ね、見てれるの。おしっこだって別に今できるよ。ビーズがおしっこするかしねえだろ。すらぎねえだろ、お前。いらない、何も。てんてんしまじゃーって。お前はそういうやつだったのかってなんか見せて見せろって、だからできないでしょ、逮捕されるんだよ、今。今、SH アダルトって言ったら、SH アダルトだったら別にできるけど、な、今これ逮捕されちゃうんだよ。あの、チンコ見せたら。ほんとに。今だから何でもかんでももう規制が激しいんですよ。厳しいですよ、今。これ今日はテーマ、もうほんとなんかいろいろ厳しいっていう話だな。厳しい。規制。うん、通報される。だから、逮捕される。厳しいっていう話だね。逮捕されるよ、ほんとに。ただ、バンで済まねえんだって。犯罪ネットも、はい、ネットもだから、いろいろ厳しくなってね。本当だよ、すっぱだからね。FC2 は自由だからね。そんなちゃんと R18 は。あれはセクハラだよ、影に。うん、昔、女が、女神いたとかあった。ケモバン、玉がでかいのがサバチ。昔からじゃ。僕は規制なんて気にするのかって、いや、するだろ。当たり前じゃん、逮捕されるんだぞ、お前。お前、逮捕されんぞ、今。バンド休止の時活動休止だ、ね、お前、そんなもん、パクられたくねえよ、さすがに。無期限休止の時は。アキラ 100%。あ、最近けど、アキラ 100% 失敗したらしいな。あの人頑張ってたから、生放送で。あれはいいの。頑張ったよ。あれはいいの、確かにな。まあ、あれ、まあ、けど、あれ、意図的じゃない。意図的じゃない。ないからね。意図的だったらダメなんだろうな。わかんない。だから、でも、あの人も。配信は無法、もう配信って無法地帯じゃないね。あ、無法地帯じゃないよ、今、厳しい。監獄ロックになる。ね、はい。
昔、ミヤクさんも逮捕さ、あ、なかったね。お盆落ちた犯罪者になりたい。ツイッターでめっちゃ回ったね。事故だし、失敗。まあまあ、そう、あれ事故だからね。人って自分からチンコ見せたわけじゃないからね。新しい芸です。はい。おい。これが僕の今年の新しいギャグです。アキラ 1000% だ。なんで 1000% って100、いや100じゃなくて1000を見せてあげよう。さらに0 1個増やすのか。アナルも同罪。1万%だ。バカじゃん。いや、バカだろ。アキラ 100% はバカだろ。お前、あんなことやってるし。いや、あの人は芸人。なんで増えてんの。素晴らしいよ。いや、いや、バカだろ、アキラかに。いいだろ。いやいや、別にバカって褒め言葉、ね。いいことでしょ。褒め言葉で、ね。いい意味ででしょ。今年も滑ってるのが面白いって何がちょっと滑ってちょっと面白かったと思うんだ、自分の。本当に。バカ、バカ。サンムってないが、いやいや、恥ずかしいわけでしょ。アナルとか、そういうのなんか。ね。アナルなんてお前にもついてたろ、ケツの穴よ。な。寒かった。入れる人は入れるんだよ。ああ、中へ見て、あれ、金杯、アメリカードってなんだよ。重要なんですけど、悪ノリが過ぎるっていう。だからさ、別にそういうことも、だからさ、ネットリテラシーも君たちも高まってるからな、やっぱな。やっぱね、こんなもん、俺が別にマンコだ、アナルだって言っても、何も反応しなかったもんな、昔は。昔はね、うん、全然平気だったよ。だからもうな、やっぱね、なんか、これなんか、すごいやっぱみんなね、やっぱ、今お前らだけじゃないけど、どこで、ね、やっぱ、ツイッターで知りたいって書けなくなったんだよね、もう。本当はないよ。そういう、神経質だよね。僕が知りたいときは、じゃあ、なんて書けばいいの、ツイッターで。泣きたいとか。泣きたいああ、考えないよ、小学生で。はい、入るわ、入る。23歳夏休み、R18、M、あ、そう。23歳夏休みの、そう、R18、認定されてんだよな。そうなの、なんだそれな、そう、それで、死にたい。いや、だから、あれでも、チンコで、違うなんか、最悪で見えてるからじゃないの。泣きたい。あれが消されてない理由わかんないんだけどな、YouTube ね。それはすごいね。あれ、さりげなくちょっと見えてんだよ。まあ、裸でね、ギリギリしたからね、うん。ちょびっと見えてんだよ、実はあれ。はい。手もダメ。あれ映ってるもん、そう映ってんだけど消されてないんだよ。ちょびっと映ってんね。あれ多分 YouTube で、YouTube の動画の中で、ちょびっと映ってんのに、うん、消されてない唯一の多分動画。画質がこう荒いからね。まあ、あれ荒いから、まあ、みたいな感じになってるでしょ、うん、天に登りたい、死にたい、天に登りたい、消されたいとか、けど、ほんとそういう感じじゃないと、だからファンになっちゃうんですよ、ツイッターって。すごいよな、スリリングやポロンと見えてる、そう。気が見えたらや、だから気が見えてなかったっけ。モザイクが、まあ画質悪いからまだいいのかな。あれはセーフ。荒い感じだからね。ギリギリわかんないけど、もう。ほんとね。まあ、別にね。なんかね、俺がね、星野源であれやってたら、まあ問題になるんじゃない消されてんじゃない星野源さんがね。俺が星野源とかさ、ジャスティン・ビーバーだったら。やっぱ目立ったらやっぱさらしもんされちゃう。まあ、ハマちゃんみたいな。再生数が伸びるからね。ハマちゃんみたいな感じよ。だってお笑いだってさ、だからさ、黒人のさ、あれさ、黒い、ちょっとね、ブラックフェイス。ちょっとおふざけてる人今までやっているしさ。いるよ。だからやっぱ目立ってるやつがやっぱな。そうだよ。黒人のものまねしてる人っていっぱいいるじゃん。あれ、AV 見てみたいってやめよ。AV やべえ、MV だ。MV ね。X ビデオスかなんかで見なかったっけ、どっか俺が最後ションベース。ああ、はいはいはい。アルティメットレーザーの MV は。上がってんじゃないの多分あれ。どっかで確か上がってんの、消して。ろくなり消えたしな、ろくなりも消えたよ、ほんとにね、あれね。まあ、ちょっと立場的な問題。3で玉出たらなくってないか。3ってあれだろ、星野源のなんか、さ、あんまりよくわかんない曲だろ。なんかひいひさ、なんかスピード落ちないってこと。PV 撮影2人で知ったんだろう、してんだろうってないか。あ、そういうの知った、だから下こともありますよ。あります。うん。さ、最近もって話な。だから、今年いつ出すか分かんないけど、とりあえず出すよ、今年。ね、とりあえず最近忙しいんで。非常にね、とりあえずね、最近忙しいんですよ。エコビデオズが、いや、昔はどっかで見たような気がする、俺、アルティメットレーザー。上がってんじゃないの、多分。ロックナイ何回も消えてるね。もういいよ。あ、そういやさ、PV といえばさ、ちょっとあれだよ。ガイダックスのさ、忘れてた。配信する前に用意してたやつが。用意したわ、だった。超忘れてた。ガイダックスの話を。そういえばさ、って、今以外に言ったで。今思い出したんだって。あ、お前俺も、ポルノハブまで。ガイダックスと俺ら変わるの知ってる？お前 DMM で買えちゃんと、お前 AV よ。そう、ガイダックスと俺ら変わるのことあるの知ってる？知らないでしょ？俺知らないんだよ、みんな。そう、久々に配信前に、なんかみんな、配信前に、あったなって話で、そう、ガイナックスって、ガイナックスってあれだよ、エヴァンゲリオンとか、天元ドッパ、グレンラガ、キルラキル。うん。もう有名。ガイナックスって何？もうガイナックスとかそれ作った会社よ。そう。
その会社と、聖マリノピス、うん、知ってる人知ってるでしょ、知ってるで、そう、アニメ会社だ、そう。そうそう、ガイナックス見せてくれるのって何か、だから上がってんだよ、それ。上がってんだよ、知ってる人だから知ってる、知ってる、知ってる、知ってるでしょ。それ久々に見たんだよな。ね。久々にさっき見た。今見ると全然違う。今見ると全然違う。あのトイレの掃除のさ、そうそうそう。しゃあない人いっぱいあるっしょ、あれ。ね。いや、けどすごいんだよ。あの監督の人さ、けど俺、だから俺ともろくさっき知ったんだけど、うん、さっき知ったんだけど、監督が、うん、天元突破、グレルラガンの人なんだよ。アニメ、イラストレーターの人。俺、グレルラガン好き、キルラキルもか。だから、グレルラガンの監督がそれやってんだよ。家庭作られた、え、家庭作られたいやいやいや、ちゃんと、ガイナックス行ったんだよ。ガイナックス行ったんだよ、俺。そう。うん。ガイナックスって、お前もいたっけ？俺で行ったよ。あ、いやいやいや。いや、じゃあ、千葉銀と美佐子いなかった。いた。あ、嘘。いたよ。あ、まあいいや。お前らいたんだ。いたよ。お前ら雑魚どもいたんだ。やめてくれよ。剣さんととりあえずね、みんなといた。そうだよ。なんでトイレ？あ、よくわからない。いや、これからちょっとその動画を用意してたんですよ、実は。そう。はいはい。まとめて喋れよ。そうそうそう。いやけど、グレン・ラガンの監督の人が、そのね、あの、俺、あ、まあ、とりあえず、俺たち新世界ちゃんと、なんかコラボしましょうってガイナックスから来たの。はいはい、言ってくれたんだよね。初め聞いて、それで、聖マリっていう曲をちょっとやりたいです。確か向こうから来たのかな。聖マリ。ね、聖マリの俺のデモで、それで、ガイナックス側が、あの、アニメを作りたいですっていう企画があったの、昔。多分、それ6年前とかじゃねえの、もう。結構前、いつの話？いや、相当前よ。めちゃくちゃ前。6、7年前よ。うん、そんなことあったの？ものすごい前。ガイナックスだから行ったからね。さ、あの、お前ら知らないと思うけど、俺、寿司屋さんとかあったからな。あ、まあ、お前知らない？お、知らない。寿司屋さんって天才、イラストレー、あの、アニメーターだよ。天才アニメーター。寿司屋さんとか話してたからね。マジで。あ、グレン、まあ、グレン・ラガンの回、あのさ、寿司屋良いな、知ってる人いる？寿司屋さんに俺、普通に。仕事が。寿司屋、まず寿司屋さんも俺、マジで。寿司屋有名だよね。アニメーターとしても。すげえ。寿司屋友達だって、お前ほんとかよ。わかんないけど。わかってんの？すごいね。寿司屋さんすごい天才アニメーターと呼ばれてる。だからその人とも会って。YouTube 上がってますよ。YouTube に上がってる。いいね。寿司屋さんとか。あとは、でも、天元突破、グレン・ラガンの監督ってのは俺たちさっき知ったの。さっき。なんでその時。あれ、だってグレン・ラガン俺見てたんだよ。そうだよね。俺大好きだった。なんで剣さん教えてくれなかったんだろうな。あれなんだかよくわかんない。なんで俺、あれ俺、話聞いてなかった。一応ガイナックス行って打ち合わせしたんだけどな。思うんだけどね。打ち合わせしたんだけどな。監督にも会ったのか、実は俺。これってないんだよね。寿司屋にイラスト描いて、いやいやいや、もう会えない、もう会えない。その昔は会えたけど、ガイナックス行った時は。ね。けど寿司屋さん普通になんか、ものすごいいい人だったよ。俺結構喋ったよ。本当に覚えてない、うん、お前が知ってるともう少し静かにして。今年も、あ、何が？あ、いや、これ出てる。出してる。出してる。何島村って何島村検索してんだよ。記憶障害か。ないぞ、どこにあった？失礼すぎ笑った。いや、失礼すぎっていうか、何なんだろう。いや、けどね、本当に、グレン・ラガンだよ。俺見てたんだぜ、めっちゃ。もうハマってたって、当時配信見てた人は、ニコ生見てた人はさ、俺グレン・ラガン言ってたろ、ね、キルラキルも言ってたろ。いや、俺、グレン・ラガン、本当にね、何思い出したら、セーマ、次の、何、なぜ今、セーマリは次のアルバム入るやな。いやいやいや、セーマリは次のアルバム入るか分かりませんよ。ね。何のために作ったの？いやいや、俺、何のために作ったのか。初めに交流でしょ？交流を持ちましょう。持ちましょう。だっけ？そんな、そんな、接待？接待ではダメなんだけど。そんな感じじゃなかったと思うけど。はい。もっとなんか、企画ものだったと思う。今僕らだから、もう一回話したら分かんないよ。うん。岡田敏夫に会ったか会ってないよ。岡田敏夫さんって別にガイナックスにはいないんじゃないよ。いくら払ったの知らない。ガイナックス作った人。会社は払ったかもしれないよ。出会い系、残りはこうやって、ガイナとずっともじゃありません。その時だけです。だから、その時だけ。まさかガイナックス俺たち、いけるなんて思わなかったもんな、会社にな。そうだった。本当に。人脈生かしてたから、それはもう7、もうそんな人脈なんて、7年前の話だし、もう向こうなんて完全に忘れてたからな。寿司屋なら、いや、寿司屋さん、いや、もうそれはもう、全然、その、いや、寿司屋さん結構ね、話してよかった、俺は。あの人すごいよな。だから見せてって、いや、見せて。ちょ、今であります、こっち。ちょっと、ね、俺もだから、全部は見てないから、途中まで見たからね。あ、これ、取り込んで。ね、追加で。はい。月が出てきました。月が出てきましたね。はい。はい、月が出てきましたよ。ペンテルもアニメができる。いや、けどこれね、ちょっとティッシュ持ってきて。あ、カラフルだ。だから俺鼻水だ。4分もあるじゃん。で、曲の分でしょ？
そりゃ。あと俺ね、この後も、ま、あの、ボクブレードの非公式 PV 見せたい。あ、それもちょっとね。あの、関連動画にあったから、ボクブレードの非公式動画。あれは本当、あれやったよ。あれ、ファンの人が作ってくれた。あれめっちゃいいよね。あれはクオリティ高いね。あれみんな知ってるっしょ。ね。ファンのは特にガイナじゃねえ。まあそうね。まあ今は違うけどね。モノ君のロボット夜にみたいなやつ。いや、俺ね、俺の顔がつきんだったでしょ。本当に。うん。鼻水吹けや。あれすごいよね。あれすごい。ちょっと待ってね。どこ帰ってきたら見せるから。どこ帰ってきたら流すね。今ティッシュ取りに行ってるから、あいつ。そうそう。見たことない。モノさんが別にいいだろ、別に俺は。もうどう映ってんのかわからんけど。うん。顎も好きだね。あ、トンボだ。トンボがね、優しいとこだ、今。見てますか？あの、魔女宅。魔女子さん。俺、トンボっぽくない？俺。めっちゃトンボだと思うんだけど、俺。ね。俺、トンボでしょ、めっちゃ。本当にクロスしてるだろ？ちょっと待ってよ。待ってよ。は、見てね、見ろよ、お前。魔女宅面白いじゃない。え、魔女宅の実況してね。マリタク？魔女宅。マリタクじゃない。魔女宅。キムタクみたいなの。キムタクみたいな。ちょ、待ってよ。何がうるせえ。覗いてディスってんの。今日動画流してあげようよ。動画、あ、じゃあ流しましょうか。流しましょう。うん、そう、用意したんで。ちょっと、じゃあね、これね、はい、こういう感じで、はいはい、2人の顔も見えた方がいいでしょう。うわ、どうすればいいんだ、これ。ちゃんとやってや。早く見せちゃんとやってくれや。これさ、なんか、やりづらいんだよ。ちっちゃくして、ね。こんぐらい？あ、いいんじゃない？いい感じ。こんぐらいね。いいね。OK、はい。あ、こんぐらいでね。はい、ちゃんと、お前も映ってる。じゃあ、お前。じゃあ、こっち、こっち。あ、こっち、こっち。エンコーダーの方再生しよう。こっちか。エンコーダーの方再生部分なんですよ。こっちな。はい。こっち。はい、来た。よし。はい、よし。じゃあ、行きます。はい、はい。これも、だから途中まで見た、さっき見たけど、モノ君と。ねえ、すごい、クオリティ高いよね。ちょっと全部みんな、ほんと久々。久々。何年配信やってんだよ。はい。やります。はい。流れとんか流れてる。流れてんのか流れてる。あ、流れてる。これがまず、とっちゃん坊やだっていうのが、俺の中で記憶違ったんだよ。ねえ、さっき思ったけどさ。初めから老人が出てると思って。無音流れとんかって、流れてる。この子が、あれですよ。とっちゃん坊やはそうです、ね。音小さい。音小っちゃいかい？ああ、まあ、でかくできない。この若いのが、トイレ掃除。おじいちゃんだって。でもこれ、今はやっぱクオリティすごいよな。動画の音上げて。これ彼でしょ？これ彼。動画の音、これがマックスです。あ、これが彼。とっちゃん坊やが彼。なるほど、未来。年取っちゃった。なんか電気グルーっぽい、わかる。ね、デングルっぽいよね、ちょっとな。PV の。セイマリじゃない？セイマリ、セイマリ。いや、でもこれやっぱクオリティすごいよね。不安なんだろう。どこが寂しいんだよね。どこか寂しいんだよ、これ。あ、降りた。自分は空っぽだし。いやー、結構、いやいやいや、結構重いよ、これ。何もない。うん、いやでもこれクオリティすごいよね。何笑っとんねんだよ。いやでもこれクオリティすごい最高。いや、曲と合ってるのってどう見たって合ってるだろう。阿部亮からある核弾頭にテポドンがやってきた。これ PV なの。あ、 PV PV じゃないけど、PV じゃないけど、頭いいから壁拭け。いや、これはね、独特の、でも、ほんとなんで、ね、ガイナックス側は、あの、トイレ掃除を、セーマリを聞いて、だったのか、っていう、どういう、わからん。あー、やるやる。何をこれ、このストロー。あー、なるほど。これ金かかってるよな。これかなり金かかってるんですよ。早く。カオスだね。
やでもこれか、いやこれ金かかってるよね、やっぱり切ない感じやな、うん、一部、いやいやこれ金かかってるよな、ほんとやっぱでもあってこれアンの作画でだってポンポンってないこのいいアニメこれは誰が作ったの？いやだからグレン・ラガン監督の人の多分アニメチームかな。そうだね。すごい人が作ってた。この人だ。音が聞こえ。まあ見てよ自分で。見てよ。曲に合ってるのはこれって合ってるに決まってんだろ。今井さんじゃないもんな。グレン・ラガン。赤松だね、赤松。自分みたいで辛い。なるほど。これで、こう、いろいろ思う人いるんだね、やっぱ、ね。やっぱ、いや、いや、いるでしょ。これ、俺結構深いと思うの。今年作ったことにしよう。これ公式ってやる。ガイナックスの、いや、あ、うん、公式。ガイナックスの公式では、もともとなんだよ。四つ目にある。そうそうそう。切ねえな。切ないね。いや、これはこれで俺合ってると思うけどね、これです。はい。これで検索したら出ます。ほら、新生か、ガイナックスかける新生かまってちゃん。これ、5万再生しかされてないけど。バットが27もあるよ。バットが27、関係ねえよ。はい。ガイナックス、おー、ね、これ、これですよ。はい。ね。あ、俺の方が来た。あ、本家。まあ、それは本家はね。本家はそりゃ、5万、本家も5万だよ。本家も5万。いや違う、一回消された。あーなるほど。聖マリア記念病院から、苦情が来て。あー、笑えないやつね。本家バットついてる？本家バット11って。まあけどこれね、一回消されたんだよ。若いって。若い。いや、これ本家いいよな、これな。本家もいいよね、これ。これ久しぶりに見るな、これ。うん、いや、本家もこれ俺好きだよ。聖マリア記念病院行かないでください。やめてください。そういうのやめてください。迷惑になっちゃうんで、聖マリア記念病院に。そうそうそうだね。うん、そうそうそう。ピースじゃねえよ。いや、本当に。はい。ここ通ってた？いや、ここ通ってないよ。もう本当に。ね、全然関係ないのに、病院立つは迷惑やろ。そうだから、そうそう。だから迷惑なことしてね。もうね、本当に。あれ俺、ボックブレードの PV さっき。あ、ちょっと戻ったらいいんじゃない？の子も迷惑かけてるじゃん。いや、俺なんて迷惑いっぱいかけてきてるよ、そんな言ったらよ。数えきれねえだろ、お前、そんな。あ、いただいたね。いただいた。これすごいよね。これはすごい。これすごい。うん。ちょっと待って。いや、これすごいよ。通ってなかった。非公式っていうのがね、ちょっとあれだよね。申し訳ないよね。これ、今来た何の映像？これ、ボクブレードの非公式 PV です。まあ、ファンの人が作ってくれた。これ好きだよ。これいいよな。これすごい。これもクオリティすげえ。天才か。いや、これ、最高で、これ。これ、めちゃくちゃだよね。いや、これもさ、金かかってんじゃねえのぐらいの。結構ぶっ飛んでるよ。誰が作ってる？知らん。誰が作ったか知らない。ああ、この人じゃないの？ああ、このアカウントの人の動画。うん。プロが作ったと思ってアニメの、なんか仕事してる人じゃないか。アニメの、そう、なんかそういう、じゃないとこれできないよ。できないと思うよ。天才なんじゃない？いや、これ素人？いや、素人が作れんのこれ。映画トレーナーのこちゃんってないか。俺が作ったんじゃねえや、これ。いや、これすごいよ。クオリティめっちゃ高いよ、これ。ニコニコ全盛期っぽい。あ、でもそんぐらいの時に公開されたやつじゃなかった。あ、違うか。あ、けどそんぐらいか。2011年だから。結構前だよね。うん。これすごいわ。プロ、これプロかはわかんないけど、ほんとわかんない。でも何かしら絡んでる人。LSD かある。世界かある。これ無償でしてんのがすごいよね。うん、すごい。うん。かなり前、2011年ですね、これ。薬やな。お子さんの靴。こんなん初めて見た。初めて見たってやっぱいるんだ。編集の力はすごい。編集の力すごいこれ。宮崎駿だろ。宮崎駿だろ。違う。
昔のかまっちゃんってクリエイター多かったんだよなって今でもいるだろ、お前ら本気出せば、お前ら本気出せばこういうの作れるだろ、中にはアンダルシアの見たことは初めて、うん、プロいいね、いやプロかどうかわかんない、やっといや、うん、すごいぞ、またアルバムイラスト募集、本気出せない、ああ終わりました、無理、ね、無理、いや素晴らしいですよ、これは新生かまっちゃんヘニャブレード非公式 PV。ね。そう。なんなのこれ。勝手に飛ぶなや。ボカロの絵。わからん世界か。いや、でも、いや、まあ、いや、でも、普通に俺はカオスっぷりが、なんかあって、あってと思うし。すごい。あの、可愛らしさと。これね、非公式 PV 作りました。この人です。この人、他にもなんか作ってんのかな？これ、キャンドル見てみよう。あ。あ、作ってる。初音ミクのやつとか作ってる。あ、でも2つしか作ってない。あれプロじゃないんじゃないのやっぱ。一般の人なのかやっぱり。うん。一般の。ノコも今作ってます。キモカは才能あるミクだ。まあまあいいや。これちょっと見てみたいけどね。うん。まあいいや、これこんな感じでーす。じゃあ動画鑑賞コーナーもいいですか？なんか、あれ、これは見たい動画ってありますか？逆にね。評価剤、はいよ。もうわ、だからもう終わるじゃん。もう。なんか見るかって、もう、クリエイ。もっと見て。まあ、もっと見て。またやるよ、こういうの。のこさんの PV。俺の PV なんかずっと持ったらいいよ。アルティメットってだから。お宝映像。なんか面白いやつ、何が。モノラルマンの言ったね。モノラルマンの PV やろ。あるよ。竹の子ニョッキはいいだろ、もうあれ。PV あるよ。あるんだ。あるよ。マジで死んな、俺。うん。そうなんだ。うん、そう、俺は。興味持って。いや、だって、どうせ、お前つったの？俺つってるよ。嫁が撮影して。あー、なんか言ってた。見たことあるよ。ないないない。見たことはない。よくないのかい。うん。だから見てよ。のこの好きな PV は撮れてないわ。いや、そんなん、あるけど。あ、のこの好きな PV 見てよ。何か、なんだこれ、俺が好きな PV だって、お前すぐ出てくるわけねえだろ、お前。いろんな、お前、いろんなアーティスト出てくるぞ、俺なんか。俺はもうな、世界を本当にね、もう広く浅く何でも知ってから、今パッと出たらフライングロータスかな。もうフライングロータスとか言っても、前いいじゃん、いいじゃん。知ってる？知ってるよ。あ、知ってるかやっぱ。フライングロータス聞いてるよ。フライングロータスいいよな。いいよ。あれ天才だよな。エロ動画じゃねえバカ。岡崎体育。こういう変な棒人間のやつだろ。そういうの見せて、フライングロータスいいよな。天才だよな、あれ。フライングロータス好きだよ。まあいいや、フライングロータス。いや、ちょっと待って、一回これ。PV 見たことないよ。あ、PV 見たことない、そう。まあ、PV とか曲がいいかんね。まあね、学校で暴れる PV。エレクトロニカでしょ？でも俺、別にあの、新生かまっちゃんファンが作った PV とかも今まで見たことあるし、そう。なんか、知らんわ。知らんわ。ちょっと待って。これどこ行った？知らんわ。消すんかい？ん？もう消すよ。消すのはあれだわ。削除も。だから、これ削除がこうなってるから、ちょっとやりづれんだよ。何これ？これ設定だわ、設定。いや、では設定しよう。サブ。あ、かけ、聞いた。あ、お前、すごいね。お前は絶対わかるだろ。いや、まあいいや、なんでもないです。あ、とりあえず、はい。消しちゃうのってないよ。もう終わるよ。もう眠いよ、マジで。朝からやってたんだぜ。まあ昼からだけど、実は。朝から。朝はだって俺寝てたもん。行っとけいいって、俺はだからさっき地震速報でピョーって飛び起きちゃって。その後また寝たもん。まあね、俺もどうでもいいやと思ったらね、もう寝たじゃん、寝ちゃったよ。どうでもいいやって、地震は気をつけてください。残りは盛るよね。うん。今来たのに。ああ、いや、仕事とかじゃないかな。なんかお疲れさんです。もうね、盛りすぎてないが。いいじゃん、普通に。エンターテインメントじゃん。エンターテインメント。今日かーい。ぴょんって。人生はね、恐怖でできてんだから。人生はそう。あ、いいね。チャップリンの言葉かい。そうなのかい？ああ、僕はチャップリンより先に思い出てたのかい？この言葉。そう、チャップリンがだよ。チャップリンが最後よ。なんでお前なんだよ。もっと延長して、外行こうかって。なんか嘘つき楽しかった。良い音しようってないが。もう多分もう良い音しようなんて、もうと、なんか日じゃねえだろ、もう。2018年だよ。2018年だよ、チャップリン。チャップリン知らん。今、チャップリンの、これ、先にってどういうことって。先なわけないやろ。ガンジーだったり、チャップリン。リズム隊も仲良しだなってどういうこと。リズム隊も仲良しだな。仲良しじゃない。
別にいいじゃないですか。僕らは上物かい？あそこは仲悪かったらもう最悪なことになりますからね。殴り合いになる。殴り合いって何が。いや、演奏が最悪なことだから、ね。あ、そうだね。うん、お互い空気読まないみたいな感じになっちゃうからね。ロンリーチャップ、ライブ楽しみにして。あー、とりあえず、ライブがないかな、とりあえず3月まで。レイキャンとかあるけど。ないない。いや、ほんとライブがないのがね、お前らね、もう、その間に、ね、干からびっちゃうんじゃないかな。殴り合いせやな、土台が、ビバゲバ、近所ロボなんか人気だよね、ビバゲバの。近所ロボ。いい曲だよ、あれは。あ、ほんと、なんか人気だよな。リリーベー、つまんねえな、寂しい。だからさ、バンスターし、だからバンスターしたいんだけどさ、ほんと予定スケジュール、ね、リラな状況、すごい忙しいわけですよ。ほんと俺、そのプリプロとか、すげえなんかね、忙しいになっちゃって、ほんとに。3月ま、いつやんのって何が？ってこと？ライブ、じゃあスタジオ配信はほんとにやられて、ライブ行きたい、クラブ、長原くんいいか、ライブしようよ、ライブしようよって、ライブし、わかんないけど、入るかもしれないけどね、どっかわかんないけど、ね、デイキャンプ以外で。はい。引き返して、路上でやろう。一時間でいいんだけどって、何が一時間で、どういうことだよ。一時間がライブが一時間でいいって、どういうこと、何言ってんの、最近忙しいよね。いや、最近は本当に忙しい、マジで。もうな、プラからもう、アルバム、ミニアルバム3つだってね、言うわけねえだろ。まあ言ってもいいんだけど、こんなもん。夏ぐらいね。夏ぐらい。けど、わかんない、うん。秋とかになっちゃうかもしれない。まあそれはもう、進行次第です、ね。進行次第。進行次第。発売いつ、夏か秋だよ。うん。夏か秋です。この人の好きな季節に出ますよ。ミサコと予定あって、予定なんか合わんねえ。あいつが一番忙しいんだから、あいつなんだ。そうねえ。ミサコさんもう干からびちゃうんじゃないかな、あいつも。忙しすぎてね。忙しすぎて。本当にね。ミニだからな、油乗ってんな、今月出せ。千葉銀に怒られるぞって何なんか言った？いいだろ、楽しみだ。なんか言った俺が。フルービーして。アルバム出る時期とか言ってまずかったとか。別に、そんな言ってもいいだろうな、もう。実は何月まで別に言ったってそんなもん一緒ねえだろ。何が一緒あんだよな、もう。ね、事務所の練習はな、連中は何とかかんとか言ってくるけどよ。いや、言うやったら言わねえ。言わねえ。言って大丈夫だって。実際言わねえ。実際大丈夫だって。実際言わねえ。実際大丈夫。うん、本当に。まあ、ね、まあ夏とか秋ですよ。準備大変なんですよ。まずレコーディングの前にプリプロってのがあって、それも配信したことあるよな、レコーディング配信プリプロ。いやー懐かしいです。懐かしいですね。もう君たちの別にプリプロだったら俺配信してもいいんだけどな、俺は。プリプロじゃまずいな。あ、まずいか。配信できないのか。そこで曲が分かっちゃうからな。分かっちゃうから。なるほどね。そっか。練習は事務所の指示なんて何か、事務所の指示がもっとあったらもっと練習入ってるか、もっと練習入れよ、かまってちゃって。お言われるレベルだから、俺ら。俺ら全然練習入んないからね。全然入ってる。うん、全然。プロ失格ですもん。昔からだけど、うん。全然練習入んないよ、俺ら。ダメですよ。千葉銀とニコ生し、ニコ配信どういうこと？野放しかって、だから野放しだよ。いや、けど自由にやらせてもらってるよ、本当に。そうだよ。もう、それは一応、練習嫌いなんかってないが、外出んの嫌いだよ、基本的に俺は。練習は嫌いよ、確かに俺は。ふわっちは頑張る、やる気ねえな。練習せえや。やる気がないわけじゃないんだね。いや、けど、ガチスケジュールがね、そうそうそうっていうのも本当にあるんで、これエクスキュースしてるわけじゃねえぜ、マジで。ほんとね、スケジューラーがね、おーい、って感じよ、マジや。この雑さ、うん、練習しろや。いや、練習だから、スタジオ配信だってしたいし、練習もね、もっとしたいんだけどさ、もういろいろあるんだよ。スタジオ配信はほんとしたいんだよ、ね。うん、だから下手なのってのは、自宅練習は言い訳すんだよ。いやいや、言い訳はいっぱいする、まあ、するしかないじゃん、もはや、うん。いいんだよ。言い訳してばいいんだよ。言い訳してもよくない？言い訳じゃないぜ。言い訳だよ。こっちだよ。言い訳だよ。言い訳だよ。いや、もういいよ。言い訳なんてして、何が悪いんだよ。それでもね、それを上回るさ、新世界かまってちゃんのさ、巨大な力があるからついてきてんだろ。お前ここまで見てんだろ、配信。このな、今日は4時間、2時間半配信した最後まで見た。最後まで見た。巨大な力。ゆるいな。仕事いっぱいだよ。怖くて伝説作ろう。もういい。ルー大島。なんだ、あんな信者なんだよ。お前はもう抜けられないんだよ。そうやな、やっつける。巨大な力でもってここまで見てるところで、やっぱね。ほんとね。俺帰るよ、母ちゃん迎えに来るから。そう、迎えに来るよ。迎えにね、母ちゃん。30にもなってね、情けない。母ちゃん。いや、いいことじゃないですか。暇だ、楽しかった。暇、あれだよ、みんなけど、ニートは別にいつも暇だから、お前別に、
あれ、暇、もう、あれ始まってんでしょ、仕事とか、なんかが。まあまあ、仕事始まってると思うよ。わかんねえけど。母ちゃんか、なんか、母ちゃんくん。いや、じゃあ、こいつんちってさ、俺さっきも話したけどさ、はいはい、あの、びっくりしたの、夕方6時にさ、家族だ囲ってさ、あの、夕飯食うんだって。そうだよ。ちゃんと食うんだよ。おかしいかい？クレヨンしんちゃんかよ。いやいや、おかしくないでしょ。クレヨンしんちゃんか、お前。なんでよ、ちゃんと。びっくりしないこれ。夕方6時って、まあ、早いのもそうなんだけど、お坊ちゃまがやなっていう。いや、夕方6時、家族でさ、幸せ家族のなんか典型像みたいな。自分でいい家族だね。いや、なんかさ、ほんとなんていい家なんだってな。ノコも入れてあげて。いや、別に俺そういうのいい。うん。俺そういうの別にいいな。うん、俺は別にそういうのいい、うん。俺むしろそんな、参加しない派だから。逆にね。逆に。参加しない人だから。ね、お前ら中になんかすげえな、なんかな。しょうがないでしょ。ノコをまず言って。俺は忘れてたんです。俺はそういうのむしろ、あの、そういう場があっても俺はいい、自分の部屋で、ね、飯食うタイプだから。なん終わっちゃうもん。もうすぐ、あ、残り10話、もうまたね、やりますよ。今日配信あると、けど、またやるかもしれない。また、モノ君とキーボードの、ね、あの、合わせとか、またうちで、また配信します。